お待たせいたしましたあ。それでは定刻になりましたので、ただいまから行政イノベーションシンポジウムを開演いたします。本日はご多忙の中、えー、大変多くの方にお,まずお集まりいただきありがとうございます、えー。本日のシンポジウムにつきましては、オンラインを併用したハイブリッド開催という形で開催をさせていただいております。でオンラインの の方からもですね、先ほど申し上げましたけれども、200名を超える方ご参加していただいております。誠にありがとうございます。改めまして、本日の司会を務めさせていただきます。行政管理局のおにと申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、っとそれではまず開会にあたりまして、総務大臣政務官の長谷川準次政務官からご挨拶をいただければと思います。それでは長谷川政務官よろしくお願いします。 総務務大臣政務官の長谷川順でございます本日、行政イノベーションシンポジウムの開会にあたりまして、総務省を代表しまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日の行政イノベーションシンポジウムの開催を迎えることができました大変嬉しく思います。とりわけ、OECD ・行政イノベーション研究所のマルコ・ダリオ所長、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。 この場を借りまして皆様に重ねて御礼を申し上げますさて私たち今の生きる時代変動性不確実性複雑性そして曖昧性に満ちたいわゆるブーカと呼ばれる時代に生きておりますこのような変化の激しい時代において私ども行政の分野でも効果的な 政策立案とスピード感ある実行対応が求められていると思いますこれは私たち行政にとってはこれまでない前例のない大きな挑戦だと思っておりますまた行政が複雑化する中で国民の皆さん企業の皆さんからも行政に対する期待が高まっておりますそのためにはやはり多様かつ質の高い行政サービスの 提供が求められております。行政もこれに応えて、より高品質な政策、あるいはサービスを提供していくことが求められていると思います。一方で、これまでの行政改革、とりわけ我が国の行政改革は、業務の効率化を主眼に置いてまいりました。効率化を主眼に置く中では、 えー、これまで一定の成果を上げてきたわけでございますが現在の複雑化する社会状況の中では、えー、効率化を超えましてさらに国民や企業の皆さんにどのような新しい価値を届けていくか付加価値を提供していくかという観点から政策形成や行政運営の在り方を見直すことが求められていると思います。えー、少子高齢化 人口減少、先進国に先んじて私たちが直面する課題に挑戦していくためにはこうした行政が付加価値を新たな価値を創していくことがもとられていますこれは当然のことながら行政における新しい技術の導入のみならず行政に携わる人材の資質の向上あるいは組織文化の変革を伴うことが あま、求められていいると思います、えー、本日のシンポジウムではこうした私たちがあ挑戦すべき変革について、えー、マルコ・ダリオ所長さんから、えー、海外における最新の動向をお伺いするとともに、えー、学会の皆さんあるいは民間の皆さん有識者の皆さんから、えー、多角的な視点からご意見ご質問をいただき今後の取り組みの大いなる参考にさせていただきたいと思います。 今回の議論が私たち行政のさらなる変革に向けた第一歩となることを心から願っております。結びにあたりまして、シンポジウムにご参加いただいている皆様の一,の一層のご発展を記念し、本日のシンポジウムが有意義で実り多いものになりますように願いまして、ご挨拶をさせていただきます。どうも皆さん方、本日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 長谷川政務官ありがとうございました。な、え、お、ー、長谷川政務官公務のためここでとあの退席させていただきます。ありがとうございました。それでは続きまして、えー、本シンポジウムあの総務省行政管理局と行政情報システム研究所の共催という形でお送りいたします。 えまず開会にあたりまして、えー、行政情報システム研究所の畑中誠二郎理事長からご挨拶をいただきたいと思いますあ、皆さんおはようございます、えー、ただいまご紹介いただきました一般社団法人 行政情報システム研究所で理事長をしております。畑中です。主催者を代表しまして、マルコ・ダリオ所長の今回の日本訪問を歓迎いたします。また、城山秀明東京大学教授、伊藤桂人事院人事官、えー、深谷武志津田地大学教授、 とともに多数の関係者の皆様が今回のシンポジウムにご参加いただきどうもありがとうございます。当研究所ではデータやデルタル技術を最大限活用して行政における業務改革国民等両者サービスの改革を推進するための調査研究 普及啓発及び行政運営の基盤となる行政情報システムの整備、運用を行っております。本日は、これらの活動の一環として、行政イノベーションシンポジウムを総務省、行政管理局とともに開催させていただきました。今回のシンポジウムでは、 コロナ禍をはじめとした危機に対応するために公共部門のイノベーションの重要性と緊急性が高まっている中で行政の現場のイノベーションを起こすにはどうしたらよいのか求められる人材移動などについて OECD のマルコ・ダリオ所長にご講演をいただくとともに 津田塾大学の深谷教授をモデレーターとして、東京大学の篠山教授、人事院の人伊藤理事官とダリオ社長とでパネルディスカッションを行っていただきます。OECD 加盟国における先進的な潮流、方や日本における課題をは何なのか、など、 刺激的な議論となって今回のシンポジウムが皆様の関わる行政の現場をより良いものとするための一助となりますよう期待しておりますどうもありがとうございます畑中理事長ありがとうございましたそれではあの本日の最初のプログラム基調講演の方に移らせていただきます 行政イノベーションのためのキャパシティビルディングと題しまして OECD 行政イノベーション研究所マルコ・ダリオ所長からご講演をいただきたいと思います、えー、ダリオ所長につきましては、えー、10年以上にわたり公共部門改革それからイノベーションについて助言をし,たし,してこられた経験が終わりの専門家でございまして、えー、世界各国の政策立案者に向けて行政イノベーションに関する研究も多数執筆されておられます Good morning, everyone, and thank you for uh, hosting me here today. Let me start by thanking uh, Minister Asegawa and uh, President Asanaka for the uh, invitation to be here with you. Today, I'm honored to be part of this event. Um, maybe just to start with uh, fundamentals, uh, why what the OECD is and uh, what it does. Uh, the OECD is a global forum that represents eighty percent of the world trade and investment, and primarily is a recognized institution for standard setting. And uh, also a body that advises its member and conducts peer reviews on a number of different policy areas. So we cover things like from trade to education, social policy, to migration, taxation, health. It's really a global forum where countries come together to discuss about the future of public policies. What we do is to better policies for better lives of citizens. Now while we're working on public sector innovation, I think that uh, Minister Hasegawa said it very clearly that the global context has rapidly changed and is full of challenges that have a very direct impact on people's life. Part of that is the incredible uh, disparity in access to some of the more basic public services, thinking about education or health, but also uh, public services that fail or that are put in crisis that, uh, for which people suffer directly. Uh, think about in large cities the traffic congestions, but also long waiting times uh, that people experiences to get uh, serviced. We also see increasingly uh, that natural disasters have become more of the norm and harder to control. And that requires government to keep monitoring and to providing solutions. Uh, this summer, I've been in traveling to Italy. I was caught driving my car in the middle of a huge wildfires. And things like that, only 10, 15 years ago, were not uh, considered to be a normal. Now, this happens. But also, uh, if you think about the exponential growth of new technologies, artificial in intelligence, augmented reality, the Internet of Things, that of course provide greater opportunity for, for governments and citizens alike, but also a lot of risks that need to be managed. The risk to the rights of privacy, personal identities, and as well fair treatment. A new phenomenon that are attacking directly our societies, that is increasingly the loosening of the social bonds that brings people together, and uh, seen also in terms of increase of inequalities across the across the populations and across uh, organisations as well. Now, uh, this all fuels what is uh, one of the most important currency that government have, and is the trust of his citizens. and we, uh, the oecd, we've conducted a, a, a survey of the level of trust in government, and the result is only one out of four people trust their national governments. so the multiple crises have an important effect on the level of trust. Government that are less trusted are governments that have more difficulties in uh, dealing with their own ecosystem, in leveraging the resources and the interest and the energy from their society. And for this reason, the OECD uh, Public Governance uh, Committee has launched an initiative on building trust and reinforcing democracy uh, in 2022 at a very high level, a ministerial level. And the important focus of this initiative is how we can we governments can reinforce the administrative capacity to ensure that government continue to deliver but deliver for purpose according to a context that is vastly changed now government has innovated in the past and will continue to do so and the intentions and the purpose of innovating is not just for the sake of it; is to deliver and create better outcomes. And at the OECD Observatory of Public Sector Innovation, which uh, I'm leading, we have collected hundreds of examples of government innovating. And, for example, uh, in Bogota, I tackled the issue of women unpaid caretaker. Which represents a sizeable portion of the population, 61%. So lots of women have caretaker jobs, but they are highly unpaid, don't get access to education, self-care, and well-being. So the city, what has found out? The city has created a service shops in different neighborhoods that integrate education, financial support, well-being, all together. This gives women a chance. To continue doing their work, but also get the services they need to contribute positively to society. Another example from, from the digital government is the Austria's tax administration system uh, have started introducing a chatbot that is helping fundamentally taxpayers and businesses in very complicated operations and declarations this is a, an enormous uh, uh, result in terms of saving times, but also being effective in solving complicated problems. another example of uh, how governments can also cooperate better with their uh, civil society is in france. the citizen initiative accelerator really looking at uh, how governments can invest in their citizens to come up with ideas because they know better. About how to solve, uh, problems, societal problems. The state provides a forms of incubator for six months to support the development of new ideas. All these are innovations that have an impact and are showing for it. Now, why we're saying this? Why innovation matters? Let me get back to the trust thing. What we also found out is that those people that trust their government to innovate generally trust more their civil service. So it's important. Innovation is a catalyst for enforcing trust in public institutions. Now, um, the story is not all rosy, of course. Innovation isn't always easy. There are barriers to it. There are um, factors that pushes the systems to maintain the default. Uh, let me go over a few of them. The first is that it often happens that even if innovation is supported, it's not organic, which means that it happens piecemeal in pockets in ways that are uncoordinated. What we call it sometimes is the phenomenon of island of innovations. There are agencies and departments that do it very well, and others that are lagging behind, so very uneven. Another issue when, when we see innovation in action in government is that phenomenon of the hero mentality. This means that uh, a lot of uh, uh, agencies that have the resources, that have the skills, they try very hard, they go against the existing resistances, but uh, they are unable to grow because they don't leverage enough their ecosystem. So innovations stay relatively small don't scale. another problem is that of considering to so being um, uh, focused more of innovation as an art uh, over a science, which means that uh, there is a tendency to see the innovation as an activity, the inventiveness the craft. Uh, all of us knows the uh, paradigm of the Schumpeterian innovator that goes against all the odds and come up with ideas, develop, market it. But what happens in the public sector that very often this type of innovation doesn't really reach uh, the scale. It remains hardly institutionalized. It's not crystallized in budgets, process, and rules. So not only does the take-up and scale is limited, but there is no the systemic efforts, there is no diffusion of the innovation across uh, across the board. another problems we have seen uh, a lot in, the, in this context is that of so-called innovation theater or seeing innovation as a distractions. and this is very important. there is an increasing overemphasis on the tools. On the technical aspects of the innovation, rather than the organisational processes that are required to embed it in the culture of organisation. And of course, uh, environments in the public sector are uh, more difficult to, to promote uh, innovation. There is a tendency of risk aversion, fear of failure. All these are important factors that uh, run against. Now. Um, I'm, I want to remind uh, an important point that is that, that, as I mentioned, innovation is more of a uh, still a craft. But what is important to focus on is the problem, not the tool. Uh, These slides show simply that experimentation can mean very different things and can look very different depending on the starting questions. Are we testing whether a solution works? are we seeing if a solution is applicable to a specific context being national regional across the board are we measuring change over times so for each of these questions we have different tools different methods and different types of behaviors now uh, this becomes uh, more clear with an example um, in terms of uh, which this illustrates very well why innovation need to focus on enhancing solutions and creating the space for uh, better policies. The results of innovation should feed decision making to be important. Um, we uh, questions uh, why people share fake news on social media. I'm not sure if this is a phenomenon also uh, in, in Japan. Uh, we have worked with Canada and France to run an online experiment uh, to uh, test the impact of an online solution to uh, reduce the retreat of fake news. And we found that it's it's very interesting finding that fake news, sharing fake news, doesn't mean believing in fake news. If a person, in the test group, receives a prompt online um, around a description of uh, the issue at stake, he will be less likely to retweet. so the intention to share uh, reduced by 20%. if i'm prompted about, any, if i'm given an information that what i'm reading is not exactly true, and there is other elements to it I'm less likely to retweet That's an important way to see how a, an experimental approach uh, through the use of behavioral science can help take better decisions better policies now uh, innovation is not just one it not uh, has a multifacets um, this uh, charts sort of describes uh, the work that we have done at the oecd to try to go beyond that simple equation innovation is just one single thing and again depends on the type of question that you're asking you can have announced uh, oriented innovation when you try to improve uh, from, a from a known uh, knowledge base uh, sometimes we refer to innovation even when we are Improving marginally a service. We are digitalizing a service that was offline. We're putting it online. This is innovation, but it's very incremental. We're talking about innovation when government tries to adapt to changing environment. And we all uh, have witnessed how governments are uh, changing and adapting, have changed and adapted during the COVID crisis. For example, the Brazilian parliament has moved overnight. From offline to uh, deliberate online. And that was a great adaptation and show it to it. But we also sometimes think about uh, something that is in the realm of trying to look into the future and see what are some of the phenomena that need to be imported or need to be better understood today. We call it anticipatory innovation. For example, the impact of AI into the service uh, delivery. How AI can improve uh, government business processes. And finally, uh, we all also uh, understand that there is part of innovation that is not coming from the bottom up, is directed from the top, is large mission moonshot uh, that uh, require governments to work across a wider ecosystem. And let me develop quickly on this one. Um, missions are Target goals, have target goals, time-bound horizons, and have very bold, ambitious cross-government enterprises. Um, some of you might recall in 1971 that under Nixon the National Cancer Act was enacted, and that gave way to a stream of funding on biomedical research, the setup of an oncology training programs and build a nationwide network of cancer treatment centers and a lot of this were really game changers because they broke the taboo a, way, a traditional way of doing set a lot of things in motion but on the other end, they didn't uh, they didn't disregard fundamental aspects that in order to achieve bold ambitious missions you need to change internally how the government operates the governance of missions and how sort of, the public sector need to adapt its traditional functions from public procurement to budget to regulations is fundamentally Im important. Objectives need to be set, targets, cross-sector organisation created. So this is the stimulus that need to be put into the system. And will the government be able to uh, be up to it? Now. Uh, as I mentioned at the beginning, the OECD is a standard setter and uh, back in 2019 produced the first ever standard on public sector innovation in the world, the Declaration of Public Sector Innovation, signed by 43, adhered to by 43 countries. And this is, of course, a very important high level signaling about what innovation delivers and the role of government in it. Uh, we have taken these principles, started sort of uh, working with them and identifying what are the, the actions that uh, government need to be taking to implement them. and we find a set of enablers uh, which are currently uh, tested or used or experimented in government. the first one is, of course, the investment in leadership capability and the latvian government have institutionalized a leadership program that uh, seek really to improve the leadership abilities and uh, in a more systematic way and it focuses interesting part it focuses on skill such as that of collaboration and innovation among others canada has issued the first accountability framework that requires government agencies for the first time to invest and report on innovation activities, and that sets an important precedent, an important propulsor to the system. Uh, things like uh, right to challenge, uh, permission, allow public servants to address a flow or a gap in the government's approach so uh, what that means is that i'm being able to ask for a waiver of current regulation in order to implement a new approach. this has been tested and is bringing results. Uh, we are seeing as well an uh, increased amount of innovation strategies for the public sector itself. Uh, the one that I'm that I'm listening here is the one tested in Ireland uh, that uh, has been labelled under the motto "Achieve Innovation." That uh, it's important because uh, it ensures that the translation of the desire to innovate into concrete actions and objectives that are separate from other agendas. And finally, uh, in the HR side, uh, there is the practice of celebrating, and of course. Uh, uh, recognizing innovation through different types of innovation awards or badges, like in, the United, in many United States cities, that uh, reward civil servants for uh, their efforts to innovate. And uh, with this, uh, it's very big uh, graph with the small writing text on it. Um, I want just to remind that. Uh, and, Innovation needs to be understood and thought not only by those that are operating at the very front line of our public services, but managers need to also to get it it doesn 't mean that all uh, managers need to become data scientists or learn that skills or be proficient on this but need to be to understand how innovation can be a feed and can propulse uh, important processes. This is the result this is a framework for uh, managerial skills for innovation that resulted from an engagement that we had with the Italian government uh, on an EC funded uh, process, and the idea there if we was trying to look at the factor that strengthen the change management process in the Italian government came up with that, this framework is being integ integrated now in the competency framework of uh, the Italian government to train the new managers. And uh, there is a number of other resources that UCD has developed. We have looked at what are the core skills and capacities for, for public sector innovation. Interestingly, we have uh, made a distinction between what are the skills, things that can be learned, and what are the human traits. I mean, is curiosity a skill? Probably not. But this is an important element that can drive more innovative behaviour in government. And uh, finally, uh, we adopted a, uh, a framework that we are using to assess uh, the capacity of innovation across the public sector, and this framework uh, looks at four important dimensions. The one is purpose. So, what is driving innovation today? Is it a crisis? Is it the change of legislation? Is it the change in the environment of an organisation? This is an important factor. The second dimension is that of the potential. What, what determines if innovation is attempted in the first place? Very often, we link uh, innovation to individual motivation. But uh, we have seen that this is not sustainable. If innovation is left only to individual individuals trying hard alone, it will soon become something that cannot be sustained over a long period of time. Innovation needs to be supported centrally. Uh, the work environment is another uh, factors. Uh, we, we've seen changes recently as well with the covid in trying to flex work environment, creating more spaces, different types of organizational structures, tiger teams, innovation labs that have been created and create that space for more innovation to happen. the third dimension is that of capacities, and that is not only technical capacity uh, and human resources capacity, but also the financial part, the investment. How government is is putting resources to this, and the fourth dimension is that of impact. You know w How can we measure if innovation translates into success? How do we define success in the first place, but also how we can structure a system that learned from implementation how can how can we create this feedback loop into the system to see if others have been at the learnings of, of, of innovation and sometimes even of failures have been integra integrated in the current thinking, and the result of this framework is applied to uh, an individual government or so a country results in a diagnostic and, and this is a picture of a heat map uh, for Romania where you have in red the areas that needs attention uh, the, the darker the color, the more problems, the lighter and the greener. Uh, where, that's where things are going uh, better. we've done some of this review in, uh, in member countries, including canada, brazil, latvia, romania, and denmark. and finally, i uh, just want to leave you with uh, uh, some uh, materials and thoughts. Uh, here's the, uh, a couple of links to a repository of a case studies that i mentioned earlier, but we also have uh, collected, we have done an inventory of innovation tools that can be used again in a structured in a logic framework you start with the question what do you want to achieve and here are the tools that you might be using for policy design for service design for looking at future uh, aspects and uh, and we also uh, produced a repository of uh, experiments using behavioral science that is also freely accessible thank you very much for your attention 所長、ありがとうございました。それではあの次のプログラムあのパネルディスカッションとなってございますけれどもあのちょっと一旦あの会場の設営をそれようにセットさせていただきたいと思いますのでしばらくお待ちいただけますでしょうか。 それではお待たせいたしました。たせせいいししままパネルディスカッションの方に入らせていただきます。本パネルディスカッションは、えー、文化時代に求められる人材というテーマで、えー、行わせていただきます。えー、現代社会、えー、先ほど総務省の長谷川政務官のご挨拶の中にもございましたように、文化というキーワードに象徴される不透明な時代を迎えています。 こうした時代背景を踏まえこのパネルディスカッションでは公的部門ににおける新たな人材度について深く掘り下げます。現代の複雑な問題に立ち向かい社会を牽引するためにはどのようなスキルセットが公的部門の職員に求められるのかまたこれらのスキルセットを行政組織にいかに根付かせるのかということを探究したいと思います。 では、本日ご検討いただきますモデレーターパネリストのご皆様のご紹介をさせていただきます。向かいまして、右から、本日モデレーターを務めていただきます津田塾大学の深谷健先生でございます。深谷先生は、OECD 公共ガバナンス委員会の副議長を務めておられます。 続きましてパネリストとして先ほど、記者講演をいただきました、OECD 行政イノベーション研究所の丸子ダリオ所長です。それから続きましてパネリストを務めていただきます、東京大学の城山英明教授でございます。城山先生は行政学・公共政策の第一人者として、東京大学・公共政策大学院院長、未来ビジョン研究センター所長等を 歴任されております最後にパネリストを務めていただきます人事院の伊藤勝良人事官でございます伊藤人事官は日本マイクロソフトの DX 人材育成などを牽引し2022年から人事官として公務員のデジタルスキル育成それから働き方改革等にご注力をいただいておりますそれでは以降は深谷先生にご進行いただきます 深谷先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、ご紹介いただきありがとうございます。津田塾大学の深谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、先ほどのあのマルコ所長から大変興味深い、えーまあ、あのイノベーションに関する、えー、まあ概要をまあ国際的な取り組みも含めてまあお話しいただきましたので、こちらを踏まえまして、えー、有,識者の有識者の先生方からあのまあ意見をいただければと思っております。 これれからパネルディスカッションの流れについてまずご紹介いたしますますず最初に、えー、基調講演をいただいたマルコ・ダリオ氏を除くお二方白山教授と、まあ、伊藤人事官の方から簡単に、えー、と自己紹介をいただきながら、まあ、イノベーション行政イノベーションに関する問題意識や取り組み状況を、まあ、お話しいただいた後に、えー、3つのテーマを掲げさせていただきながら、まあ、ディスカッションを行いたいというふうに考えてございます。 3つのテーマは、えー、1つ目は、あまあ、先ほどご紹介ありました、まあ、文化時代に公共セクターで働く人材に求められる、まあ、人的な資質、スキル、まあ、これらがどのようなものか、そしてこれを育成するための取り組みについて、まあ、議論できればというふうに考えてございます。えー、2つ目は、まあ、政府がイノベーションに成功するためには、まあ、どのような組織文化、あるいは環境であったりが必要なのかということを、まあ、一緒に考えてまいりたいと考えております。 そして3点目になりますが、公共セクターのイノベーションにおいても、まあ、公共セクターのみらず、ターセクターとの連携みたいなものも求められてくるんだろうというふうに思われます。そこで公共セクターと他のセクターとのパートナーシップの構築についてご一緒に考えてまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 えパネルディスカッションの後に最後に会場の皆様からあのみで恐縮ではございますがあのフロアのご質問をお受けしてパネリストの皆様にお答えいただく時間も設けさせていただければと思いますのでこちらもどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですね、えー、早速になりますがあ白山先生伊藤人事官からあ簡単に自己紹介をいただくとともにですね えー、文化時代に求められる人材というテーマでの問題意識ですとか、現在の取り組み状況について、まあ、お話をいただければというふうに思ってございます。えー、まずは白山先生お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、あのただいまご紹介いただきました白山と申します。よろしくお願いします。あの本日はあのおダリオ氏をお招きしてですね、行政イノベーションシンポジウムという大変興味深いあの機会にですね、お呼びいただいてあの感謝しております。 で、あの、まあ、このパネルディスカッションの中で、ま、実質的な3つの課題については、先ほど、あの、深谷先生からお話しあったように、まあ、この後、それぞれ、あの、議論するということになろうかと思いますので、まあ、主として、まずこの最初の部分ではですね、私自身の問題関心って言いますか、について、あの、若干ご紹介をさせていただきたいというふうに思います。で、あの、スライドでも出させていただきましたけれども、まあ、私がですね、これまでやってきた、あの、 あの、研究と申しますか、まあ、仕事で言うと、ま、三つぐらい、まあ、今回のシンポジウムとの関連ではですね、あの、領域があるのかなというふうに思っております。まあ、一つは、このシンポジウムの関心の一つはですね、まあ、行政のイノベーションをどうしていくかっていう意味で言うと、まあ、単にその制度改革をどうするかっていうだけではなくて、それをどうやって運用してですね、その中で実効性を上げていくかっていう、まあ、おそらくそういう問題関心がですね、あの、主催者の側に終わりになったというふうに、あの、理解をしています。 で、そういう意味で言うと、まあ、制度改革っていうのはもちろん大事なわけですが、そうではなくて、まあ、運用の中でですね、どうやって、まさにそのパフォーマンスを改善していくのか、いろいろ、あるいは、まあ、多様な可能性をですね、探っていくのかっていうのは重要なんだと思います。で、まあ、そういう意味でですね、私自身が、あの、まあ、いろんな同僚と一緒にやった仕事で言うと、まあ、もうこのように古くなりますけれども、まあ、ここにもちょっと書かせていただいた、まあ、あの、1999年とかですね、2001年ぐらいに、 やってた仕事で、まあ、中央省庁の政策形成過程がですね、各省にいかに対応であるかということをですね、まあ、その行政官と若手の研究者が連携して、まあ、あの分析をしたというものがあります。で、まあ、もちろんその研究の文脈でもですね、例えば、まあ、あの今の経済産業省だとか、まあ、その財務省の指揮局の,、まああのプロセスにおける役割のようなものは分析されてたんですが、実はは、ま、る、あ、かに幅広いものがあるんだというのがまあこの時の認識です。 具体的には、今の経済産業省っていうのは一つの,、まああの典型的なタイプ、企画型と我々は呼びましたけれども、まあ、横からですねあの、いろいろ口を出すシステムを作ってですね、まあ、いろんな新しいことをやろうとするっていう一つのパターンでありますけれども、まあ、同時にその時対象的だったのは当時の建設省の河川局の議官の方ですが、まあ、彼が中心になってやったケーススタりってながあってですね、 まさにその河川という鉱物管理についてどうやって現場でですねむしろ地方支部局だとか現場でですね実験をやってそれをどうやってですね新しい試みとしてまあその中央の中に場合によっては制度として取り込んでいくのかっていうある意味ではまあ対象的なプロセスいうようなものを分析したということがありますでそういう意味で言うとその運用の重要性だとかですね実はまあ政策形成まさにイノベーションのプロセスっていうのも一つではなくてワンサイズフィッツオールではなくて 多様なんだっていう、まあそういうことをあの考えたということがあります。まさにまあこういうことがですね、今の現在のコンテクストの形中においてどういう形で、あの、重要性があるのかというようなことをまあ考えてみたいというのは私の一つの問題意識であります。それからまあ二つ目の領域はですね、科学技術とまあ公共政策という領域です。で、もちろん科学技術政策っていう狭いですね、研究開発をどうするのかというまあ話もありますが、 むしろ今は、現在はですね、科学技術の話っていうのは単に狭いビルの科学技術に閉じるんではなくて、まあ、エネルギーにしろ、保険や医療にしろ、交通にしろ、まあ、むしろいろんな個別のセクターの中にどうやって埋め込んでいくのかっていうことがまあ重要になってるわけですで。それはいくつかの局面についてあって、例えばまああのリスクに対してどう対応するかということについても、先ほどまあポリクライシスって話ありましたけども、 私自身が使った言葉でいうと複合リスクという言い方をしましたが、いろんなリスクが連動する中でどういうふうに対応していくのかと。まあ、例えばこれはあの日本の場合、福島の原発事故となりましたけれども、あの時も自然災害というものとですね、技術的な災害というのがまさに連動したわけですし、逆にそれに対応しようと思うと、こういうその自然災害について考えている人たちのコミュニティと、それからまあ原子力安全について考えている人たちのコミュニティをどうつなぐかという、 のが、ま、課題で、これ後でちょっと少しお話しさせていきますが、ま、実はこれすごく難しい課題だったわけです。あるいは、ま、最近のですね、あの CO、COVID-19 への対応の中で言うと、まさにその医療、保険の世界と、ま、経済の世界をどう繋ぐか。あるいは場合によってはですね、あの、閉じこもりの中でメンタルヘルスの問題なんかも出てくるわけで、そういう問題をどう繋ぐかってことでもありますし、そもそも、ま、あの、外部からはですね、医療とか保険とか言って一言で言いますが、 まあ当然、その基礎医学をやっている人たちと病院経営をやっている人たちは当然、また、見方ものの見方も違うわけで、まあ、そういうものをどうやって複合的に統合していくのかということが重要だと思います。あるいは、まあ、その科学技術政策もですね、単に科学技術の研究開発だけではなくて、いろんなセクターにまたがるという話を申し上げましたけれども、先ほどのナリオさんの報告にもありましたが、この OECD でも検討されてますけど、ミッション志向型のプログラム、 イノベーション政策ってことで、まあ、その研究開発とまさにその各分野のです、ね、セクターのポリシーをどうつないでいくのかっていうのは大きな課題であります。単にまあ政策でつなぐだけではなくてさらにそれをどう実施してです、ね、時間軸の中で長期的なトランスフォーメーションを確保していくのかっていう,うと、まああのとトランジションマネジメントっていうあの一つの研究領域がありますが、まあ、そういうことがです、ね、求められてくる。まあ、これはまあ温暖化しかり サーキュラー、エコノミー、シカリ、まあ、いろんな分野でですね、こういうことが求められているわけです。で、こういう中でですね、まさにそのブーカーという意味で言うと、不確実性だとか、あるいはまあいろんな価値のトレードオフをどう扱うかだとか、あるいはまあ一気に決めれば終わるって話ではなくて、どういうプロセスでですね、実験をして、まあ、それをまあメインストリームしていくのかっていう、まあ、時間軸への対応ですね、そういうことが求められるんだろうというふうに思います。で、これはまあ科学技術と公共政策という一つのまあ事例ではありますが、 同時にこれはまああらゆる分野のですね政策なりあのパブリックポリシーのイノベーションについてまあある種応用可能性のあるですねそういう領域なのかなというふうに思いますで最後はですねまあこれ自身私自身の最初のまあ仕事の領域でもあるんですが、まあ、国際的な行政だとかまあいわゆるグローバルガバナンスと言われるようなものです これはある意味ではその国内においてもです、ね、最近はそのトップダウンで左軸から決めていくだけではなくてボトムアップにいろんなものを水平的に調整することが大事だということを言われますがまさに国際の領域というのはまさにそういう領域の実験上であったという側面が1つあります。と同時にです、ね、その国際だけで決まるわけではなくて国際と国レベルがどう連携するかあるいは、まあ、さらに地方とかローカルがどう連携するかというそのマルタイレベルガバナンスという言い方をしますが こういうそのガバナンスが連携する中でイノベーションをしていくっていうことも重要になってくるんだろうと思います。まあそういう意味ではまあおいしいあの EU なんていうのはですね一つのまあ実験だと思いますしある意味では、まあ、EU とですね地方と地域とですね国とまさにローカルを使い分けてで,ですねある意味ではまあそのうまく協力しながらですね場合によってはまあ,あのお互いに責任をなすりつけ合いながらですね まあ、そのシステムを変えていくっていうことをやるわけで、まあ、そういう観点でですね、あの、今日のお話にも関わってくるのかなと思います。おそらく同様の話が、まあ、今日来ておられる、おいしあの、成リオさんの OECD とですね、例えば、まあ、国レベルの、その行政マネジメントがどういうふうに連携できるか、みたいな意味でもですね、マルタレベルガバナンスっていう観点は重要なのかなと思います。すみません、ちょっと少し長くなってしまいましたけれども、私からの自己紹介、あるいはまあ問題意識、 のあの紹介とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、白、えー、山先生ありがとうございます。あの先生がこれまでやられてきたご研究、まさにその現代を考える上でもその普遍的な問題定義をされているんじゃないかなと改めて拝聴した次第です。 えー、それではですねえっ、ー、と次に伊藤人事官の方からあのご紹介いただけますと幸いですよろしくお願いいたしますえ、人事人事官の伊藤でございますあの私雇用均等法第二期生でございまして女性でも働き続けられる職場ということで日本 IBM に入社しましてでそれ以来ずっと外資系 IT 企業におりまして営業をやってみたりエンジニアをやってみたりマネージメントをやったりということをしてまいりましたえー、直近日本マイクロソフトではチーフラーニングオフィサー ということで、自社ですとか顧客組織の組織開発、それからデジタル人材育成といったことをやってまいりました。2022年4月より人事院の人事官として人事行政に関わっております。次のスライドをお願いいたします。あの、文化時代にはですね、異なる領域の地の組み合わせというのがとても重要だと感じています。あの、 例えばこれ右側なんですが、公務組織は長い歴史や様々な法律がありまして、どうしても地の進化ということに向かいがちだと感じております。で、ここをですね、官民人事交流であったり経験者採用などの取り組みを通して、地の探求、あのグラフでいうと左の上ですね、地の探求ができるような組織全体のキャパシティビルディングが重要であると考えております。で、これは組織だけではなくて、 務員一人一人が国民としてよりウェルビーイングな生活を送ることで地の探求のきっかけとなるようなより広い社会との関わりこれも欠かせないと思っております。 えー、令和5年の人人、人人勧告時報告では、こちらにある3本の柱を打ち出しております、えー。採用、それから育成、処遇、働きがいのある職場など、様々な施策、それから先生がおっしゃった運用でございますね。そこを通して、職員一人一人,人が躍動でき、ウェルビングが実現されるような環境整備をただいま進めております。次のページお願いします。 で、制度も大事なんですが、実はカルチャー、組織カルチャーというのも大変重要だというふうに考えております。 こちらにありますのは、キャロル・デュエック博士のいわゆるグロースマインドセットという研究なんですが、人は考え方、マインドセット一つで成長することができるという非常に興味深いものでございますで。これは組織でも個人でも同じだと思っています。成長する個人が成長する組織を作り、それがより良い行政につながるのではないかというのが、私のここまで考えていることでございます。 はい。えー、伊藤新次官、ありがとうございます。あの、まさにあの、これまでのバックグラウンドも含めまして、あの、まあ、官民双方のこう、視点も踏まえながら、あの、ご議論いただけるんじゃないかなと思いますし、あの、組織の中を考えるというところで、その個人の、まあ、資質だったりとか可能性を追求していく、あるいはそのカルチャーについて考えていくということを一緒にできるというふうに、まあ、嬉しく思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 それではですね、あのまあ、先ほど、先生方、すでにあのお話の中に出てきた点もございますけれども、早速あの、文化時代に、えー、最も求められる、まあ、重要なスキル、資質というテーマで、えー、ディスカッション、まあ、最初のトピックですけれども、始めていきたいと思っております。えー 改めまして、まあ、現在、まあ、文化の時代、まあ、変動性、えー、不確実性、複雑性、えーまあ、曖昧性に満ちた、まあ、時代だと言われています。でまあ、この中で公共セクターで働く人材に、えー、求められる資質、スキルは、まあ、変わってきているのではないか。まあ、連続しているものもありつつも変わってきているのではないかというのが問題意識でございます。このディスカッションのテーマを進めてまいりたいと思います。 ズバリ文化時代に基づいて、えー、最も重要だと思われる資質、スキルは何だというふうに、まあ、お考えかパネリストの皆様からまた、併せまして、まあ、そのような資質、スキルを持つ人材を育成するにあたって、まあ、人材の育成、大事なポイントなんだろうと思いますけど、まあ、人材の育成においてどういった必要な取り組みが必要かということも考えてまいりたいと思います。 それではではすねあの、このトピックに関しまして、まず、えー、ダリオ所長の方から、まあ、あのお話をいただければと思います。よろしくお願いします。Thank you.This、um, is a very important question.I、um, would like to start by saying that、uh, the b o o k of world, the way we think about it, will be very different from the one that we, we are living today.The future will be、uh, different to the way we think, and we have to think about the future. Uh, the tendency today is to extrapolate uh, current or past data into the future, uh, basically projecting our assumptions in the present to the future. And this is no longer working. So uh, there are very legitimate tools, forecasting, uh, that has been used, extrapolation of data, but the future can be predicted only by looking at that. Uh, this means a, a, a big change in, in governments and in the way that sort of the skills that are are nurtured uh, that we'll really need to look at perhaps two dimensions i would say one is the adaptability and flexibility the capacity to pivot you know when a problem arises i can sort of turn quickly my organization my agencies and that means that the new skills the new currency will be really being open to new ideas the capacity to explore different solutions, trying unconventional uh, solutions sometimes, and the second sets of skills will have to deal with how we think about the future, and how we can use more things like strategic foresight and futuristic thinking, using trend analysis, environmental scanning, scenario development—all these kind of tools that help sort of figure out, imagine a preferred future that we can then gear our administration towards. And these things are, are, are real. Governments are starting investing in these new profiles. For example, in Estonia, the competency framework uh, for senior civil service include uh, the role of future designer, that are uh, people that create a vision for a future based on trends. They identify the challenges and they also explain How to get, how to overcome this ありがとうございます。まあ、将来を予測するということも含めて、まあ、フューチャーデザインというとても興味深い指摘いただいていると思います。えー、それではですね、えー、次に白山先生、お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの 今ちょっと出していただいたスライドのですね前半2つについてあのお話しさせていただきたいと思います。あの1つ目はほぼあのダリオさんがおっしゃったこととほぼ共通なのですけども、まあ、あの多様な未来を構想するあるいはまあ想定する能力っていうのは重要だということです。でここでの1つのポイントはその未来が多様だ要するに複数だということです。であの 要するにその予測とここはあえてあの対比して書きましたけどプレディクションというのは大体こういう方向だろうと一つに修練させて考えるわけですね、まあ、通常の,その人口予測だとか交通需要量の予測なんてのはそうですしあるいはですねあのあの科学技術なんかで使われる方法においてもです、ね、しばしばまあその共通の共通項を選んでいくということがあるわけですがむしろそうではなくていろんな道があり得るという多様な可能性を考えるというそういう能力がすごく重要なんだろうと。 いう,ふうに思いますでこういうのもじゃあこれまでなかったのかっていうと必ずしもそうではなくて例えば先ほどダリオさんの話にもありましたがフォーサイトだとかシナリオプランニングっていうのはですね例えば会議事政策なんかでは一定程度使われていて単にその技術だけじゃなくて社会のフォーサイトをしましょうっていうことも言ってますしそれから実はまあ,あのなかなか我々通常付き合いのない領域ですがセキュリティですね安全保障っていうのはまさに何が起こるか分かんないしあの関係者の意図次第政治的ーダーの意図次第っていうところもあって。 実は極めてアンサーテな世界なわけですね。で、そういう意味で言うと、そのセキュリティだとか、まあ、あるいはフォーダーサイテみたいなことをで実験史的にやってきたようなことを、まあ、行政全体の中でどうやって生かすのかっていうのは、すごく重要なんだろうと思います。で先ほど、アンダリオさんのお話にあったエストニアのフューチャーデザイナーって、すごく面白いなと思ったんですが、まあ、私自身がまあそういう観点でですね、あの興味深いなと思っているのは、例えばイギリスのガバメント・オブ・サイエンスっていう科学技術の部局が内閣府にありますけれども、 まあそこはそのフューチャーリテラシーみたいなことを言ってですね単に科学だけじゃなくていろんな分野のフューチャーリテラシーを各省と連携してあの育成していくようなことをやってますしあとあるいはシンガポールだとですねそのセンターフォーストラジックフューチャーといって,言って、まあ、これはまあ首相府の中にあって多様なまあ将来シナリオを外注さずに自分たちで考えるっていうチームを作ってます。で面白いなその アネクドータルですけど、そのセンターフォース・ストラティック・フューチャーっていうのは、まああの、理系の技術系の人も入れますし、それからそのポエットも入れるんだって言っててですね、その要するにコミュニケーションしようと思うと、そういう人たちのセンスってすごく大事だっていうことで、まあ、そういうその異質な人たちを入れて、その未来を考えるっていうのはすごくの大事な能力かなと思います。それからもう一つは、ここに書かせていただいて2番目ですけども、まあ、これはあの、お先ほどの伊藤人時間のですね、異質なものをつなげるっていう話ともつながってくるのかなと思いますが、 そのの多様ななな専門分野をつなぐ能力といいうはやっぱりすごく大事なんだと思いますでこれ先ほどあの私自身の研究でいうと原子力安全規制だとか COVID 対応で話をしましたがこれは必ずしもですね全ての領域を分かる必要はないんですね。だけども別の領域が別の考え方をしてるかもしれないっていうことに関する、まあ、センシティビティをどう持つかっていうのはすごく重要なんだろうと思います。で例えばその原子力安全の世界で言いますとですね まあ日本、まあ事故の前何もしてなかったわけではなくて、例えば耐震震査指針の改定みたいなことを2000年代の初頭にやってるんですけれども、まあ当時の議事録を全部読み返してみると面白いのはですね、その自然災害をやってるその地質とかの研究者と原子炉の設計をやってるエンジニアがですね、話が噛み合わないですね、エンドレスの議論をやってます。5年間ぐらいやっていて、で、例えば確率の概念が違うんですね。だからエンジニアは確率っていうのを決めてくれないと設計できないっていうわけですが、 その地質やってる人たちはですね事例が少ないので確率なんか言えないとまるでまあ,ある意味では人文社会科学の歴史家としゃべってるようなところがあってですねでその中でなかなかコミュニケーションできないんですが最後つないだのはやっぱりその、まあ、あの役所の議会の人が、まあ、最後頑張ってつなげたっていうのがあってやっぱその双方の違いを分かりつつも完全ではないことを分かりつつもつなぐっていうのはすごく大事だろうと思います同じことが多分今回の COVID 対応でも求められていてですね まあそういうその学際的なコミュニケーションといいますか、まあつなぐ能力っていうのがすごく大事なのではないかなと思います。以上です。ありがとうございました。はい、篠山先生ありがとうございます。あのブーバーというその時代のもうまさにそのコアなのかもしれませんが、あの複数の課題が複数の領域が絡んでくるということがどうどうしても出てくるといったときに、まあどういうふうにその先を見通すのかということと、まあその専門的なコミュニケーションですね。大変大事なご示唆をいただいたと思います。 それではですね、えーとまあ、最後に伊藤人事官の方からもこのテーマについてお願いできればと思います。はい あの、マルコさんの話も先生の話も大変興味深く拝聴しております。ありがとうございます。あの、私自身はちょっとハイレベルにはなりますが、あの、一人一人の学ぶ力というのがとっても重要だと思っています。で、あの、公務組織に参ってから実は気がついたんですが、特に国家公務員組織ではですね、あの、将来の幹部候補生を中心として、部署や省庁をまたがった移動、 地方に行ったりとかですね、海外の赴任、それから留学なさる方も、えー、たくさんおられます。ですから、あの実はですね、えー、民間の方が思っているよりも、えー、公務員の皆様というのは、非常に多彩なキャリアを得、えー、な,ながら、それぞれの場であっという間に新しいことを学んでいるというのが、私があの学んだことでございます。非常に公務組織全体を投じて、学びの力があるんじゃないかなと感じております。 ところがその一方ですねまず一つはあの学びが公務組織にえ閉ざされがちだなということは感じておりますそれから学びということが普段のあの組織運営の中に組み込まれておりませんので目標設定だったり評価フィードバックの機会が非常に限られているなと感じておりますということは何を学んでいるのか何を学ぶべきなのかその結果どういうスキルを得てそれがどういうキャリア につながるのかといった言語化がうまくできてないとここが非常にもったいないなと思っておりますそれから個人に一旦目を戻しますと日々忙しく仕事をしているといわゆる社会関係資本まあ日頃のご自分が持っている関係性ですね外の社会との繋がりというのが偏ってしまいがちなところも注意すべきだと思っております家族友人地域コミュニティといった豊かな社会関係資本を持つことが えー、人としてです、ね、社会国地球全体の視野につながってそれが日々の公務に反映されるのではないでしょうか。あのマルコさんがお出しになった図の中で人がいて組織があってシステムっていう絵があったんですがどうもあの我々システムだけを注目しがちなんじゃないかなとやっぱり人に焦点を当てるあの必要があるのではないかなと感じております。 伊藤新司さあ大変興味深いご質問いただき、ありがとうございました。おそらくあの次のですね、まあ、どういうふうにあのイノベーションを仕掛けていくかとか、組織の問題を考えるであったりとか、まあ、その公務にとどまらないその、まあ、民間セクターとも含めた他の領域との,その、まあ、可能性を広げていくって、次の,あのディスカッションテーマにも広がっていくようなご質問をいただいたんじゃないかなというふうに思っているわけですけれども、えーとまあ、やはりそのお、多様な未来を構想するであったりとか、まあ、あのその専門的な、こう まあ、その領域が違うところをつないでいくっていう力が重要だということ、これはもう本当にあの求められている力なんだろうと、で、まあ、OECD なんかでも当然こういう議論がなされるわけですし、各国はそういう可能性をこう、まあ、出してくるわけです。でえー、とシム先生のお話なんかでも出,て出していただいたただ通り、えー これがいかにこうつなぐのが難しいのかみたいなことをまあ政策形成メカニズムなんかではまあ研究してきたというところもあってまあ場合によってはずっと延々と議論しているみたいな先ほど白山先生のお話にありましたけどまあそういう難しさも出てくるわけです。じゃあどうやってまあそういうそのまあ人的なスキルをこれからこうまあ作り上げていくのかとまあどういう可能性がまあ組織であったりとかその文化の中にあるのかみたいなことをまあ合わせてまあ考えていくことも大事なのかなというふうにまああの先生方のお話をねお伺いながら思った次第ですのでえとまあ連続になりますけど 次の,あの行政のイノベーションを成功させるための、まあ、組織文化であったりとか、まあ、環境という、まあ、テーマにも、まあ,あの、まあ、移りながらです、ねまあ、合わせて、えー、と議論させていただければと思ってございます、はい、あ丸子さんの基調講演に、まあ、ございましたようにイノベーションは放っておいて実現。 するかとというとこれもなななかかか難しいいのではないかともちろんそのトップダウンボトムダウンアップであったりとか、まあ、そのイノベーションのタイプでいろいろありつつも、まあ、なかなかその自然発生的にいくというわけにもいかないと,といった時に、まあ、どうやってその政府がまあイノベーションに成功するために、えー、まあ組織内で文化であったりとか、まあ、環境を構築していったらいいのだろうかというのはこれはまあ大事なテーマになるんだろうと思います。 そこで、えっとまあ、あの組織文化に合わせたその議論を進めていければと思いますので、まあ合わせてあのパネリストの皆様から、まあ、ご意見をいただければと思います、えっと。順番を逆にさせていただきますけれども、今回、あの先ほどの,あのご発言いただいた伊藤人事官からお願いできればと思いますので、はいえー、どうぞよろしくお願いいたします。はいえっと ここではちょっと事例として、あの、私ども人事院で、ここ2年ほど DX を推進しておりまして、その取り組みをご紹介させていただければと思います。あの、 これデジタル庁が主導で、えー、GSS、あの皆さんご存知だったと思いますが、ガバメントソリューションサービスと呼ばれる府省共通の,あのデジタル環境を整備しています。まあ、ネットワークとかオフィス業務に使う PC やソフトの最新化ですね。で、あの、人事院はですね、幸運にも全府省内で最初にこの GSS を導入する、えー、役所となりました。で、最初はですね、あの IT 部門が あのできるだけそっと移行してとおっしゃってたんですがあの私着任しました時にあのこのクラウドへのこれクラウドなんですがクラウドへの移行というのは 移行ではなくて、本当に大きな変化なんですね。ですから、これを IT 部門だけがやるのではなくて、DX 推進の契機と捉えて、えー、やりましょうということで合意して、いろんな部署から、えー、お手伝いをいただいて進めてまいりましたで。非常にその中でもユニークだったのが、DX アンバサダーというかの役割の方をですね、えー、各 かそれから地方も含めて手上げ式で集めまして人事院は600人強の組織でございますがその中の1割ぐらいの方が手を挙げてくださいましたでその方たちに平任をかけて GSS のカットオーバー前に新しい環境をお渡ししてでそのアンバサダーまずアンバサダーにトレーニングをしてでそのアンバサダー同士で勉強し合ってあのチームズのチャンネルを作りまして何でも質問し合えるどんなさあの つまらないことでもバカにせずに優しくみんなで質問し合おうねっていう環境を作ってやりました。で、あの、えー、昨年の8月にカットオーバーしたんですが、その時にはこのアンバサダーが中心となって各各、えー、局での、えー、使い方がわからない方なんかへのトレーニングをやっていただきました。で、それ以降にもですね、例えば人事院デジタルデイズなんていうのを年に2回ぐらいやってまして、半分、半数以上の職員の方 方が積極的にご参加いただいております。で、あのこれ別にあのクラウドに移行しただけではなくって、あの最近のそのシス GSS ですと簡単なアプリケーション作れるんですね。 でそのアプリの練習なんかもしましてじゃあ業務改善をしようということで DX アンバサダーそれから各家でですね得意な方が中心になって今まで紙でやることが当たり前だったことをデジタルにするで当然そこでプロセスも変えていく、えー、っていうことを始めました。であのこのので 今まで人事院で何かあの会議というと皆様こういう厚いバインダーを持ってお越しになることが多かったんですがもうなくなりましてもちろんまあ参考資料をお持ちになりますがあの薄いパソコン一つ持って会議にみんなで会議をするというのが当たり前になりましたそしてですね、えー、ですから当然紙が削減されましたし職員が自らアプリを使って業務改革を進めているとそれから情報 情報の共有化が進みました。あの偉い人しか情報を持ってない本府省しか情報がないということがなくなりました。これは共通のシェアポイントに情報をどんどん出すようにしましたので、え、情報の共有化が進んだことで、組織内のコミュニケーションというのも活性化したというふうに思っております。あの、私が嬉しかったのは、例えば、えー、職員になって2人2年目の若い方がですね。あ、仕事のやり方っていうのは変えていいんですねと。 で今,今では何か新しい仕事はアサインされたらこれどうやってデジタルでやろうかって考えるようになりましたとおっしゃってくださったのはすごく嬉しかったですしそれからもうベテランの課長さんがですねいやデジタルにしたことでカルチャーが変わりましたねとおっしゃっていただいたのもすごくありがたかったなと思っております。ももちろろろんん完成形ででははななくててて引き続き続今もいいい業務改革改革善を進めているとこここございましてでさらに最近はです、ね、ここ1年ほど あのデジタルの前からですね、人事院のミッションバジョン、ミッションビジョンバリュー、いわゆる MVV を定めようというプロジェクトをやってまいりましたが、こちらがようやく大詰めを迎えまして、で、この MVV を職員が があの自分がワークショップの中に入って意見を言うというあのやはり公務組織にいると最初から公務員なんだからやることを決まってると人事院がやることはちゃんと法律で決まってるじゃないかって言いがちなんですがそれは過去の話ですよね私たちが今議論に出たように未来に向かって何をするのかとこれがミッションですので。 それを全員職員が入ったワークショップを何回も何回も実施することで、あの皆さんが腹落ちしながら、最初はわからないんですがディスカッション。 あの、重ねることでいろんな意見が出て、それをミッション、ビジョン、バリューとして、えー、多分そのうち発表できる、近々発表できるかなと思っております。で、このように、えー、組織として目指すものが言語化されること、共有化されるミッションが明文化されることで、今後より自由な発想が生まれるんじゃないかということを期待しております。 はい、伊藤審議官ありがとうございます。あの審議員の今の取り組みをお伺いしながら、一体何が当たり前なのかということのその当たり前の前提がもう変わってきているというところ、これはあのまあ組織文化を考える上ではまあ非常に大事なご示唆なんじゃないかなと思います。具体的なお話も大変興味深く拝聴した次第です。あのありがとうございます。それではあの次に白山先生お願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あの今までの議論も聞きながらちょっといくつか申し上げたいと思います。 一つはその、まあ、最初の,あの質問の関係で議論した、まあ、今後どういう能力が必要かということとの関係で言って、まあ、その日本の今の行政のシステムなり運用っていうのをどういうふうに変えていくのかあるいはどういうふうに維持していくのかっていうことが一つ大きなテーマだと思うんですけども。 そういう意味においてはですね、今,今までのや,やりようの中にも捨てたもんではないことがあるって結構大事かなと思いました。つまりその、あの、伊藤人事官の最初の質問に対するお答えの中で、まあ、公務セクターは意外と多様なことを経験してんだよっていう話がありましたし、まあ、その、日本のまさに人事行政で言われると,ところで言うと、まあ、ジェネラリスト志向とか、まあ、これは、いわゆる事務官とか、まあ、一部の議官に関してだと思いますが、ジェネラリスト志向だっていう、これはまあ、ネガティブに最近言われることが多かったんですが、 ネガティブだけかっていうと必ずしもそうでもないだと思うんですねつまり多様なものを見ておくっていうのはやっぱりその先ほど申し上げた多様な専門分野に対するセンシティビティを持つ上では言って出る必要なんだろうとただし過度にそのジェネラリスト思考でですね1年2年で全部回るっていうのはかなり無理のあるところがあってまあこれは全然答えのないリスポンスですけれどもある種のそのジェネラリストとスペシャリストと言われるものの間の なんか、あ、間の道みたいなものをなんか探ってみる必要があるでしょうし、まあ、そういうことをやっていく上で、日本の今の、今までのジェネリストの観光っていうのもうまく、なんていうんですかね、再生する余地はあるのかなと思います。あるいは、まあ、先ほどのですね、その、DX に関する人事の取り組みについてお話いただきましたけれども、まあ、日本は、まあ、あの、省庁体制が縦割りだっていうのは、これはしばしばネガティブに言われるわけですが、実はまあ、これは場合によっては、多様なイニシアチブを共有するっていうところもあって、 まさにその DX というのを景気に一体どういうことができるのかっていうのをいろんなまあ省庁等で実験をするっていうのはこれは悪いことではないわけですね。だからそういう意味で言うとある種の特徴はまあ当然ネガティブの面もありますけどもポジティブにどうやって生かしていくのかっていうですねなんかそういう発想がまああの運用においては大事かなと思ったってのは一つです。それから二つ目はですねそのまあ先ほど申し上げた多様な未来を構想する能力っていうのを絡むんですが やっぱりそのある種の多元性っていうかリダンダンシーみたいなのが必要でつまりその今の担当者がどうするかっていう話とは別の複数チームっていいますかよ横でいろんな可能性を探っておく人たちがやっぱり必要なんだろうと思います。これはまあ安全保障なんかでまさにそのチあのレッドチームビルディングみたいな言い方をしますけれどもで例えばその先ほどの予測と多様な未来について言うとですねやっぱりその 数字っていうのはまあ自分たちの政策を正当化するところあるので今の担当者ってなかなかまああまりあの断絶のあることは言いづらいだと思うんですねだからそれはある種予測にならざるを得ないし予測がまあ,ある政策の方向を正当化するってこと繋つながるのは致し方ないんだと思うんですがそれだけじゃなくて多少距離を持って考える人たちって必要でまあ,ある種インテリジェンスチームみたいなものがで,すねできてくるっていうことがまあ必要なのかなという気がしました。 それから最後に一つだけ申し上げると、あの、ナリオさんの話を聞いて伺ってて面白かったのは、やっぱりその民間セクターのイノベーションのやり方をパブリックセクターが学ぶことも大事なんだけども、やっぱりパブリックセクターこういうのチャレンジなり面白さもあるんだっていう、まあ、こういう観点もすごく大事かなと思いました。でそういう意味で言うと、そのパブリックセクターにおけるいろんなイノベーションっていうのはまさにいろんな実験をやりながら、まあ、それをどうやってメインストリーム化していくっていう、まさにトランジションなんだと思いますけども、 やはり最後にです、ね、その規制とかです、ね、強制力を使うことができるんだというのはやっぱりこれはパブリックセクター固有のある種特権的なやり方なのでこれをどうやってうまく生かすかってすごく大事なんだと思いますただしこれを乱用するとろくなことにはならないのでむしろターゲットを絞ってきちっと規制改革とかです、ね、いうのにつなげていく規制改革もなんかその並べてです、ね、リストができればいいというよりはむしろその戦略的にどこに絞り込むかって多分大事で。 まあそういったことがですねパブリックセクター、いうの話として大事なのではないかなと思いました以上ですはい白山先生、ありがとうございます。まあ、改めて、えーと、行政固有に持っているもともとの特徴みたいなことを、まあ、考えたでまで、まあ、要するに全部こうフラットにするのではなくて、まあ、あるいはその民間から全部持ってくるのではなくて、その行政の仕組みの中にあるものを。 まあ例えば、そのサイロであったりとか、まあ、その多元的なその仕組みであったりとか、まあ、あるいはその公的なツールであったりとか、まあ、そういう可能性にご示唆をいただいたのは、これは本当にあの行政におけるイノベーションを考えるというのは大変大事なご示唆なんだろうとうふうに改めて配置をしました。ありがとうございます。それではえと、ダリオ所長、お願いいたします。Thank you.、Uh, let me start by saying that the、um, culture of an organization is something that changes. Uh, very difficulty, and it doesn't change overnight. it's very hard to change because it's the sum of organization traditions, beliefs, behaviors that ha have been sedimented over time. so while uh, I, I do believe that there is a role for leaders and, and politicians as well to uh, provide the right signaling, there is much that can be done, and i, I agree uh, with uh, professor uh, shirayama, about the, the, what, what the public sector can do and what the sort of uh, can be introduced in terms of measure to uh, instigate a change in the public sector and something has as already been mentioned um, uh, clearly safe spaces that allows for experimentation creates uh, the uh, perfect showcase for different behaviors. But it indicates that there is permission to have behaviors that are different from uh, what has been done so far. Competency framework is also an important uh, dimension to it, in particular for recruitment, because it indicates the type of profiles and skills that are uh, required for facing the FUCA challenges that, uh, that have been talked about. On the other hand, when you have civil servants inside the, the organization already and you need to prepare for their careers, it's important that uh, an important signaling can be also offered by performance management system. They need to recognize these behaviors and award them. Uh, we have to have more entrepreneurial in the public sector that are able to take uh, that leap that we are discussing here, you know, being able to try new things and also be recognized because they've done it not being punished but recognitions again and then there is other uh, mechanics like innovation awards that i mentioned uh, that uh, really celebrate attitudes and behavior because let's remember that some of these are important uh, traits of, of characters and behaviors that are diffi difficult to codify innovation awards really bring them to the to the forefront uh, and says that you know there is something to learn there. There is something that can be transmitted. Uh, as I mentioned again, the open process, the, the possibility, the right to challenge existing uh, rules and regulation, is an important new feature. Is now increasingly being adopted, not only at local level where mostly it originated, but also uh, to challenge national regulations. And I think that I, I finished this with uh, with a dimension that it's, I think it's fundamental. It's developing the sense of empathy, you know how a public organization can become more empathic, Empathic towards the outside, being able to understand better what are the the sentiments of, uh, of the people. And here I think we have made uh, a fantastic sort of success with, uh, with uh, information technologies to try to understand the importance of sentiment data and how the public sector can also bridge uh, that gap. But also within the administration manager that are much more empathic towards uh, the, uh, their, their subordinates and, and their staff and that gives direction. There are leaders, but leaders with empathy. That I think is a fundamental trait to, to change the uh, culture uh, of the organization towards more innovation. 大臣、おお、ありがとうございます。こちらも大変貴重なご質問をいただいたと思います。あの、ま組織に生きるその上司がそのまあ部下とどう感じるか、まあ対向き合うか、あるいはその行政の組織にいる方々がまあその業者のアウトサイド外にいる方々とどのように向き合うか、そしてその人たちがどのように考えているかということにちゃんと思いを馳せるかということを大事なご質問をいただいてます。またそのコンピテンスですね。 まあその人的な能力に関して、まあ、これをどういうふうにこう要請していくのかこれは多分リクルートメントの段階からあるいはその採用そしてその任用ですねでさらにはそこ,こでまあ適材適所に配置していくといったところでもやっぱりあのそのおイノベーションを推進するような、まあ、そういう人材をまあできるだけ許容するような組織文化あるいはみんながみんなイノベーションをそそそ促進しないにしてもそれをこう許容するあるいはこうつなぐような人々が出てくるっていうことを。 これは非常に大事なあの可能性を秘めてるんじゃないかなというふうに考えてます。であのダリオ首長のお話の中にもございましたけれどもやっぱりそのイノベーションをこう推進するのも組織でありつつも他方でイノベーションを阻害する要因も組織の中にたくさんあるんだと。でそれはその元々の文化だったりとか考え方だったりとかあるいはその挑戦する人に対するそのまあ まあ、足の引っ張り合いとは言いませんけれども、まあ、そこをこう、まあ、あの進めない文化だったりとか、これはどういうふうにこう、まあ、あの緩和して、えーまあ、そのイノベーションを促進していくかっていうのは、これは大事なあの可能性なのかなと思います。で、まあ、そこを考えていく上で、まああで、先ほど、伊藤人次官の,話の中にもお話の中にもございましたけれども、どういうふうにこれ、イノベーションだったりとか、取り組みだったりとかと評価をしていくのか。 でそれをそのフィードバックしていくのかといったところはやっぱり、えーとまあ、何をもってそれを、まあ、イノベーションとして捉えていくかっていうのは,これは難しい視点ではあるんですけれどもやっぱりその、まあ、評価軸であったりとか、まあ、それをこう次のこう考えに、まあ、人が入れ替わっていくでしょうから、まあ、そこを次にどういうふうに生かしていくのかっていうのもやはり大事なんじゃないかなというふうにまあ感じた次第です。 ま、そして、あの、人材の要請に関しては、ま、まさにその白山先生ご主催いただきました専門性と、ま、ジェネラリストというところで、行政の中にもともとその可能性があるものはたくさんあって、で、それを適材適所をどのように生かしていくのか、それをどう繋いでいくのかっていったことを、これは、あの、合わせて考えていかなきゃいけないんだろうと思います。おそらく多様な分野をつなぐという意味では、あの、ジェネラリスト的な要素も必要でしょうし、やっぱりその専門的な知見があることによってつなぐこともできるっていうのも、やっぱ考えられるんだと思いますので、ま、そこ。 どのように考えていくのかというのも大事だというふうに考えた次第です。 はいあのモデレーターが長くし,しゃべるのはちょっとおお筋ではないのであの次のテーマにえっ、ー、とまあ移っていきたいと思いますんでえっ、ー、とまあ関連するところもあると思いますんであの先生方から合わせてご議論いただければと思いますけど三点目のトピックになります、えー、公共セクターと他のセクターとの共同というまあまさにそのまあこれまでの議論の中に出てきたところでもまあ,あございますけれども合わせて考えてまいりたいと思います文化の時代にあってまあ公共セクターが直面するう現代の課題に 対応するには、従来の枠組みを超えた他のセクターが協力だ、他のセクターとの協力が必要だということはこれまでの議論の中でも出てきた点です。では、こうしたパートナーシップを構築する上で。 組織や人材に求められてくるものはどのようなものでしょうかという、まあ、テーマで、えー、まあ,あの先生方からご意見をいただければと思います。まあこのテーマについては、えっ、ー、と白山先生、えー、伊藤人事官、そしてダリオ所長の順で、えー、お話をお伺いできればと思いますのでよろしくお願いします。それでは白山先生お願いいたします。はい、ありがとうございます。あのここに出していただいたのの,の下二つについて <laughs> あの述べさせていただきたいと思うんですが。 まあこれは先ほどの多様な専門をつなぐ能力ともつながってきますが、まあ、多様なアクターをどうつなぐかっていう能力が大事なんだろうと思います。ただこれ言っただけでは結局何っていう話になるんだと思うんですが、まあ、ちょっとそれを考えるヒントとしてですね、ちょっとそこに下に挙げたのは、そのエン b ディ d トノミー t っていう概念です。これはあの昔は結構議論されましたが、日本なんかを対象にですね、今はもうあまり議論されませんが、ディ v ロップ p ンタルステイトっていう開発国家っていう議論があって、まあ、その中でエヴァンスっていう研究者、 が作った概念なんですけど、要するに何が大事かっていうと、単に例えば国家が強いだけではダメなんだと。オートノミーがあればいいってだけではなくて、国家はちゃんと社会に埋め込まれてなきゃいけない。エンベッティルされなきゃいけないと。つまりその社会のアクターとのコミュニケーションは大事なんだけども、同時に自律性を持たなきゃいけないということなわけですね。あるいはまあ政治学の中でまあキャプチャーっていう議論がありますけども、その利益集団の中にキャプチャーされてはいけないと。と だけどもちゃんとコミュニケーションをしてなきゃいけないっていう、まあ、こういうそのバ,ラバランスっていうのがですねやはりすごく大事になってくるのかなと思います。で例えばその例で申し上げると、まあ、最初の自己紹介で申し上げたその各省庁の政策形成過程の中で、まあ、あの河川行政の例っていうのはすごく面白い例だったってお話をしましたがそこでですね当初、まあ、当時1990年代ですけれども 荒川のですね、河川敷で住民参加型のいろんな実験のようなことをやってたんですね。で、これ当時はまずは実験で、その後97年に河川法改正があって、まあ意見聴取のメカニズムっていうが制度化されるんですけども、まあそのまだ実験段階なんですね。で、そこの現場の人の話で聞いて面白かったのはですね、参加型のメカニズムっていうのは参加したい人をリアクティブに受けるだけかっていうそうではなくて、 実は極めて微妙なですね、そのバランスがあるんだということを言うわけです。つまりどういうことかっていうと、例えば河川敷を利用したい人の中で、誰がボーカルか、声が大きいかっていうと、少年野球のチームでですね、地元の政治家もなんかくっついてるようなところは、これは大事だってことを言うと。だけども、自然保護をしたいみたいな人たちもいて、そういう人たちは声はこことは小さいんだけど、広く広がっていて、沿線に広が広がっているような人たちがいますと。で、どっちもどうも大事な利益だと思われたときに、 ある種彼が言った微妙な表現はですね下駄を履かせたっていうんですね環境グループに。つまりそのただ声を聞いてるだけだとどっちが大きいかって明らかなんだけどでも社会の判断を考えると両方の意見っていうのは可視化することがまず大事なのでその環境の組織化されてない意見もうまく見せてその上で、まあ、あのバランスをとって意思決定に持ってったって話をしてました。 でそういう意味で言うとその単に受動的にやるんではなくてやっぱりその行政官現場の裁量ってすごく大事でですねどうやってそのバランスを取って見せるかということでやれることはいろいろあるんだろうというふうに思います、まあ、そういうそのバランスを取る能力ってのはやっぱりすごく大事なんだなっていうのが1点目ですだから2つ目は、まあ、多様なアクターをつなごうと思うと何が必要かっていうとやっぱり先ほどの情報というかインテリジェンス なんですね。あの、伊藤人次官の話でソーシャルキャピタルがちょっと足りないんじゃないかって話もありましたけれども、まさにいろいろ、むしろ必ずしも業務に限定されないいろんなつながりの中で、多様な情報を得とくってことはやっぱ大事なんだろうと思います。で、さっきのキャプチャーの問題も、関係団体とかだけに情報を依存するとそうなるわけで、どうやって多様な、多様なチャンネルを持っとくかってのは大事で、まあ、昔は、まあ、いろんなまあ社会的な付き合いとかでそういうことできたのが、今はだんだん忙しくなってですね、かつ、 まあいろんな規制もあってできなくなっている中で、新しいやり方でのそのチャンネル作りっていうのは必要で、で、多分まあいろんなそのインフォーマーのワークショップみたいなのが増えたりっていうのも一つのそうだと思いますし、それからまあ研修みたいなものをこういう中で、なんていうんですか、新しいネットワーク作りに生かすっていうこともあり得るだと思うんですね。まあそういう意味で言うとその単にお式制の研修ではなくて、まあこういうところとネットワークを開拓したいみたいなものをなんかサポートするですね、そういうような仕組みみたいなのも行政の中であるといいのかなというふうに思います。以上です。はい。 はい、えー、白山先生、ありがとうございました。まあ、アクターをつなぐ能力ということをさらに掘り下げていただいて、そのエンベッドオおとのみと、自立性の重要性あ、あるいはバランスの重要性、ご指摘いただいています、あるいはそれをつなぐ上での,その情報インテリジェンスですね、これをどのように確保していくのか、あるいは組織的体制として確保していくのかということも、これも大事なご指摘を頂戴しているんだろうと思います。ありがととううございいいいいままますすすそれででではは、えー、次にに伊藤官おお願願きしししょうかよろくた非常に重要だと思っているのは あの違いを受け入れる組織それから違いを受け入れる人だと思っておりますで。公務組織ってどうしてもモノカルチャーになりやすいです。 きょうもあの背広の方が多いのかなと思ってまいりましたが、こうやって拝見してると、女性比率がすごく多くてですね、素晴らしいなと、大変うれしく思っております。で、実はあの、公務組織、国家公務員の課長補佐、総当職の女性の割合、年々上がっておりまして、今14.1%までまいりました。で、令和7年の目標が17%ですので、これじお、おそらく達成できると思っております。で、こういう形でですね、 今後女性が管理職で活躍するということは異なる視点の一つになるだろうと思っております。それから経験者採用ですとか人気付きの職員ですとか多様性 知や経験のダイバーシティ、こういうものが非常に重要だと思っておりまして、まあ、人事院でも、官と民の、いわゆる知の融合を目指して、民間人材の採用拡大に取り組んで、あの、一層取り組んでまいります。あの、私自身の経験から言っても、女性が多い、もしくはダイバーシティがある組織の方が、 エンパシーがあるんでですね共感力といううしょうかなのであの公務組織があのダイバーシティがあふれるというのは非常に重要だと思っておりますし逆にダイバーシティにあふれる組織をきちっとマネージしようとすると先ほど、えー おっしゃったような、きちっとしたパフォーマ納得感のあるパフォーマンスマネージメントシステムであったり、採用であったり、育成であったりということに力を入れる必要がありますので、こういうことをあの、今一つ見直していくと、あの、だんだん組織としてのキャパシティが上がっていくんだろうなと思っています。で、今度個人の方ですが、 個々の職員がどれだけ豊かな社会関係資本を持っているかって話なんですが、まあそういうのがないとなかなか豊かなパートナーシップにもつながらないということなんですが、まあそのためにもまずはですね、超過勤務の縮減ですとか、働き方改革ですとかということが大事ですし、職場でも普通にですね、えー、キャリアディスカッションというのを上司だったり人事課ときちっとしておく。それから一人一人がご自身のキャリアのオーナーシップを持って自分はスペシャリスト でいきたいのか自分はジェネラリストで行きたいのかどんなキャリアを描くのかということをあの職場でもきちっとディスカッションしていくことであのよりあの一人の人としてもですね豊かな職業人としての人生を送れるようになりそれがひいてはえ豊かな社会関係資本外との世界のつながりにつながっていくんではないかというふうに考えております。 はいいありがとうございますお話の中で変化は誠実さを預けるけれどもまたさらにその可能性を秘めてるんじゃないかということを、まあ、それは多様性も含めてでその中ではその人材の,その、まあ、ある種納得感のあるその、まあ、リクルーティングだったりとかその人材養成の,そのマネジメントシステムだったりとかといったところ大事なご支配いただいていますあるいはその個人の,その社会関係資本の,その構築その広げ方みたいなことも、まあ、やっぱり考えていかなきゃいけないということであの貴重なご支配だと思います。 Uh, let me let me start by um, uh, really addressing uh, the the issue that in the in the world that we are we are living in, the VUCA, um anymore, the government is the lonely actor in in the system, and increasingly we are talking about ecosystems, partnerships. Different concepts are are used. I mean, they're more established in the private sector, but now also in the public sector here. Increasingly thinking about a government as an entity that operates within a larger uh, frame. Now, linked to that, uh, there is a number of issues. And then the first one is what uh, government, what is the role the government wants to play? Uh, want it to be the orchestrator? Want to be the, the market developer? Uh, Professor Shigeyama talked about the developmental state uh, in the pioneering years uh, where. Uh, Government is seen as the, the to-doers, uh, delivering, uh, doing, regulating, but these are very now very different roles that within an ecosystem can be discussed, can be identified, uh, or also combined sometimes. Uh, the second aspect is, uh, in order for this partnership to work within an ecosystem, is to engage with a variety of stakeholders, not being locked in by single individual uh, entities, but the diversity is an asset. I really build on what the Commissioner Eat is saying. It's, it, it's a value for within the public sector, but also in approaching building ecosystems outside. And uh, one factor uh, and one skill set that institutions need to have to operate in the ecosystem is uh, fundamentally also the, their ability to share purpose, to build a vision, define goals. With their partners, and this is not ju just about uh, creating the condition for win-win situations that uh, uh, are fundamentals, but also to steward uh, the different parts of the ecosystem toward achieving their goals. An example of that that we've been working with the government of Sweden to uh, examine the Vision Zero Cancer mission, which is one of the biggest, uh, let's say, moonshot uh, in uh, for the government to. Um, making cancer a non-lethal disease and in that uh, it was essential to see that the public sector, the private, non-profit and, and citizens alike are coming together to discuss the fundamental elements of, of the equation. What are we trying to achieve? What is the role of each other? How we are moving in the future? What are the contributions that each of us uh, are are bringing? And of course, uh, to, to, to finish this, that uh, we need the right infrastructure, the right capabilities, the right technology to support of that, but fundamentally, and I'm getting back to my first point, is deciding what the government wants to be, what role it wants to play uh, in the larger ecosystem. Thank you. Thank you very much. 長ありがとうございますあのそのシステムの中で、えー、ビジョンだったりとかパーパスを共有していくっていうごしさこれ本当に大事なことなんだろうと思いますねそれはあの異なるセクターがあるいは異なるそのものの考え方ある人たちがどういうふうにそれを共有していくのかっていうことやっぱりあのセクターとの,そのパートナーシップ構築みたいなことを考える際には、まあ、どうしても大,大事なしさなんだろうというふうに感じたししたいしです。 まあ、他,他方で、ですねあのお、まあ、先生方、パネリストの,そのお,お意見を伺いながら思った点なんですけれども、あのパートナーシップの構築には、まあ、それはなかなか短期でいかない部分もあるんではないかと、いわゆるそのテクスタイン、長期で時間がかかるという部分はどうしてもあって、でそれは問題領域によっていくのかもしれないんですけれども、どういうふうにその、まあ、短期的にその場で、その場限りであの問題共有しましたっていっても、そこから離れてしまったら、また全然違うことをそ、それぞれがやってることに戻っていくってこと。 十分あるんだと思うんですけどもしこのイノベーションであったりとか、まあ、その先々にそのパートナーシップを生かしていくっていうことを考える際に長期的にその関係を構築していくためにはどういう可能性があるのかなっていったことは併せて考えたい視点だと思いますも,もしあのその点に関してパネリストの皆様からなんかご意見であったりとか、まあ、ご視問があったら併せていただけるとありがたいと思いますがいかがでしょうか。 あよろしししくお願いします塩生さんお願願いいまますすネットワークの議論なんかで時々あるのはですね要すね要るにその近すぎる関係っていうのも必ずしもよくないっていうのがあって適度な距離ってやっぱり大事なんだと思うんですね。だからそういう意味で言うとその今まで会ったことない人に突然コンタクト取ってもですねそれはすぐには動かないっていうのは確かなんですがいつもと話している人と話してもなかなか新しいものは出てこないそうするとか時々会う人みたいなのがですねいろんな自分のネットワークを広げていくためには大事なので。 そういうい時々会う人みたいな人のですねある種の層と言いますか,なんかプ,ープールがどう,どう広げていけるのかってのは結構大事なんだと思うんですね。でそういう意味で言うとあのお先ほどもちょっとお話ありましたけど日本の公務員の方の場合その人事異動とかですねするっていうのは結構そういう側面での意味はあるだと思うんですね。一回まあ一緒に仕事をしますとでその後継続的にやるわけではないんだけど一回離れるんだけども何かあった時にその時一緒だった人ってのは多分 いろんな話し相手だったりいろんな情報源になったりするってとこもあると思うのでなんかそういうのをまあそのガバメントの中もそうですしなんか社会の中でもそういう人たちのなんか層をうまく作っていくことがサポートできるといいのかなという感じはします。ありががとううございいますすんいかかでででしょうかあの現代ですので デジタルツールも便利だなと今のお話をしながら考えてまして、あの、私 IT 業界が長かったので、そうすると、まあ、Facebook か LinkedIn で必ずつながってるんですね。 でじゃあなんかちょっとあこの件あの人に話してほしいなとか言うと今どこの会社で何してるかもわからないんですが、まあ、ネットでちゃちゃっと検索すれば分かってでフェイスブックであのお願いしてご講演をお願いするということがここ1年に何回かございまして、まあ、これぞまさにそういうパートナーシップのあり方だなと私の場合は CHRO の方ですとか人材開発をやってるようなあの現場で人材開発をやっているような皆様にお声をかけをして人 人事のの職員のトレーニングとして、あの先端人事労務研究会でやってるんですがそこでご講演をいただくとでもほとんど話したことないんだけどなんとなくフェイスブックでつながっている人にも話ができるっていうなんかそういうあの関係構築の手段もあるのかなと感じております。なるほど関係構築の手段も使えるものはいっぱい今出てきてるんだといったところでそれをこうどのようにこう、まあ、その場その場で活用していくかという可能性がある。 I think this fundamentally, uh, I agree with what, what has been said about the risk of uh, losing the continuity uh, of, of this relationship if they are not built uh, for the, for for a bit of the long term. Yesterday, we were in. A in a workshop with, uh, with civil servants from the Japanese government. and We have all these people seated in front of us, around 40 uh, junior to middle level managers, a fantastic crowd, and we ask to them, um, do you know the person that sits in front of you? And some of us look at us like, mm, not really sure. Maybe I've seen it, but he moved to another department, or I, I lost touch with it. And it seems that this is very—it's frequent. It's not only a, a phenomenon here; it's a phenomenon everywhere. That the network are not uh, built for continuity. Uh, sometimes this—you know the, each of us has different administrative or professional lives. That moves across the system, and we, we lose the tendency to it. And I do agree there are ways today to, to keep this networks alive. A lot of government is starting institutionalize it. We have incredibly uh, strong innovation network, people that work in very different systems, in very different jurisdictions, but they recognize themselves as such, and they are uh, sort of uh, keep. Keep in touch to share ideas, motivations, opportunities, and I think that this goes to the, to the point that I, that I made before that there are some of these things that it's good that there gets crystallized in the public sector that get sort of firmed. network uh, are important, the informality has its own advantages, of course, but uh, from uh, the leadership to recognize that uh, such a network are important are a vital fiber of the uh, of the ecosystem. Is, uh is a, is an important element to 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 do and to make so uh, i think this is, could be a one way forward to have more of these networks across uh, all countries hi uh まさにその、まあ、パートナーシップということを考えていく上であのまで、あ、政府がまあ一つの,そのシステムの中にあってあるいは政府省庁あるいはまあその中にあるまあ組織が、まあ、全体のシステムの中にあってそれぞれがどう有機的につながっていくのかということつながる可能性があるのかということなんだろうと思いますがやはり他方でもともとあったもの行政の仕組みであったりとか、まあ、各省庁の,その、まあ、ある種のこう自立性であったりとか、まあ、それぞれが強さあ 良さがもともとあるわけです。で、そこをどう生かすかってことは、まあ、やはり大事なんだろうと思います。合わせて、まあ、連携をこう広げていくっていったときに、政府と市場っていうものは、よく、まあ、あの工学的にも議論されるものなんでしょうけども、根本的には別のものである。で、その政府と、政府も失敗することもあれば、市場も失敗することもあって、で、それをどのように、こう、まあ、お互いを補えるような、 というのはその、まあ、まさにその文化時代では課題はあの官民双方であるいはその市民社会の双方でこうみんなで向き合っていかなきゃいけないって課題がたくさん出てくるんでしょうから、まあ、そこをお、まあ、どのようにそのお共通の課題に対してそれぞれの強み弱みを生かしながら、まあ、向き合っていくのかっていったところが、まあ、より大事になってくるんだろうと思ってその際に、まあ、あのどこかでつながっていた。 どこかで一緒,で働い一緒に働いていてたでそれぞれのこう、まあ、ネットワークみたいなのがどっかで生きてくることあるっていう意味では、まあ、あその都度やっているその公務だったりとか、まあ、その業務だったりとかこれは多分そのアカデミアの方からもそう,かのそうなのかもしれませんがさ最近はその、えーとまあ、公的な機関とアカデミアの共同だったりとかあれ民間機関との共同だったりとかたくさん増えてますんで、まあ、そういう機会みたいなものをまあ活用しながらネットワークをまあ維持しつつそのまあイノベーションの厳正みたいなものをまあいろんなところにこう散りばめていくっていうことはこれからもできるのかなと と思いますし各その立場から、各お立場からそういうことをやっていくことはきっとできるんだろうというふうにまあ思いますので、まあ、今回の,あの先生方のごしさというのは、まあ、とても行政イノベーションですけれども、イノベーション全体を考える上でも、すごく示唆的なものだったのかなというふうにまあ改めて思っておりますありがとうございます。 はいえー、とお題3つのお題に関して、えーとまあ、人的なスキル、まあ、そして、えーとまあ、組織文化に関する問題そして、えー、とネットワークの構築に関して、えーまあ、セクターとのパートナーシップの構築に関しまして、まあ、大きく3つのほど、えーまあ、議論を進めてまいりました、えー、ともしですねあのフロアの方からです、ねまあ、このテーマに関しまして、まあ、ご意見とかですねご質問パネリストの先生方にご質問等ございましたらいただければと思います。 思います。まあそれをあのパネストの先生方にまたあのお答えいただくこともできるかと思いますので、まあ、ご検討いただければと思いますがいかがでしょうか。はい、じゃあえっとお願いいたします。あ、ありがとうございます。えっと一位行政官として非常にエールをたくさんいただいたようなお話だったなっていうふうに感じております。えっと私からちょっとに質問二点ございまして、えっと。 まあ今、ちょっと行政の無病性だとかリスクだとか失敗を恐れるっていう文化、日本の組織、そういうふうにあのネガティブに捉えがちなんですけれども、このイノベーション、既存の枠組みから一歩踏み出すっていうような、このイノベーションの灯火を消さないために、職員自身、行政官自身が心がけるマインドセットみたいなものがございましたら、教えいただきたいということが一点、職員側のマインドセットという意味ですね。 もう一点として、えっ、ー、と、まあ、そういう一人では、こう、なかなか続かないイノベーションだとか、あの、そういった取り組みっていうものが、こう、一歩踏み出し続けて、その輪を広げていくために、あの、個人がアップデートし続けるだけでなくて、こう、組織の行動変容につなげていくために、どんな、こう、サポートだとか、あの、組織的なサポート、仕組みがあると良いのかな、っていうこと、 例えば海外の事例ですとか民間の事例、今、あの、深谷先生からアカデミアとの共同っていうこともありましたけれども、そういった何か事例がございましたら、えー、今日いただけたらありがたいと思います。 はい、ご質問いただきありがとうございます。まあ、職員のマインドセットに関する点が1点と、まあ、それをこう輪を広げていくためのまあ組織的なサポートに関するまあご質問かと思いますけれども、えー、ご見解ございましたら、あのパネリストの先生方からお願いできるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 Change the mindset. This is this is a very different because it has to really again uh, have to do with the culture of an organization, and it's, uh, there are too many resistances very often to uh, go in a direction or or the other. And I think that the the mindset, individual mindset, can be can be changed by taking a. Um, some uh, reasonable efforts to uh, prove that different behaviors are possible within within the organizations. Uh, very often, the ability to do that depends also on the level of recognition that your su supervisor or direct managers can can uh, can allocate whether this is a behavior that is supported or not can make a, a big difference. Uh, so, if the the limit or the constraint is at that point. Uh, what we 've seen is that individuals are looking at this informal result or networks to get inspirations to get uh, ideas to get sort of uh, uh, courage also to do it and, uh, and it 's true that sometimes and we 've seen in, in some jurisdictions that uh, the risk become too high it 's it's a personal evaluation of how much risk uh, an individual is able to absorb before uh, some consequence sort of strikes in. And I think that it's an important uh, cultural element that uh, doesn't need to be under-evaluated. Uh, one person cannot change uh, the system, yes, but it can be those uh, sort of leader by example uh, that also Commissioner Ito was talking about. Uh, with I think that the, the example of the GX ambassadors is, is fundamentally. Uh, important because there are other and many in the public sectors across the world of people that sort of uh, raise their hands, signal it out, volunteered, and show that there is a different way of doing things across the board. So I would suggest that uh, examples like that are fundamentally uh, strong. あの、個人の方は今、あの、おっしゃっていただいたので、組織を支えるカルチャーの方でお話しますと、私過去11年、12年ほど、あの、マイクロソフトという会社で役員やっておりまして、マイクロソフトという会社が今、ようやくイノベーティブな会社と呼ばれるようになったんですが、私が入った頃は、まだまだ、 レガシーなの会社でしたでその中でいろんなことが変わってきた中で非常に組織が大きく変わったイノベーションを施行するように変わったんですがいろんな要素があるんですけれども3つほどご紹介するとまずダイバーシティに対するコミットトメントもうこれを数字で出していますねあのいろんなマイノリティだとか女性だとかそれを職域によってですがいろんなふうに数字で出してますし概念自体も ダイバーシティインクルージョンだけではなくてダイイバーシティ・オ最近はアンド・ビロンギングス B が入ってるんですねっていうふうに概念がどんどんあのよくなっているで実は役員会でもものすごい時間を使ってこの DEIB ですかのディスカッションというのをあのやっておりました。 で2番目が何と言ってもマネージメントスキルです。今までは数字的な結果、成果を出す人がリーダーとして優れていたんですが、今やそれは当たり前で、その先に人を育てられるかどうか、それからやりがいのある、えー、チームが生き生きと働けるような組織を作れるかどうかということで、マネージャーの評価指標というのが大きく変わりました。で、最後はですね、 先ほど言った学びに関係あるんですが、あの、 以前はです、ねえー、リーダーたるものはノー・イット・オールすべて知っているのが当たり前とされたカルチャーがあったんですがそうではなくラン・イット・オールすべてを学ぶのであるというふうにこれが言語化されまして、えー、学ぶ力がある方それから学ぶカルチャーというのが組織に大変大事だということで、まあ、そういう組織カルチャーがインストールされたと、まあ、そういうことも少し会社のイノベーションへの,あの変化 にに影響していいるんじゃないかなかとううふうに思っております私の方からも一言だけ申し上げさせていただくとその、まあ、最初にお話したいそのビビウサイの話っていうのは、まあ、過去こうやってきたから、まあ、逆にそれが誤っているとは言えないから変えられないっていうことなんだと思うんですけれどもでも変えないことに伴うリスクっていうのも現にあるわけですよねやっぱりそれをリアリスティックにやっぱり認識することっていうのは重要なんだろうと思います。 で、少し言い方を考えると多分行政官の方も、まあ我々は研究者ですけども、研究者も同じなんだと思うんですが、やっぱその前提とされていることをやっぱり疑う態度ってやっぱすごく大事で、まあ疑う、疑うからこそいろんなところにそれこそ情報確認をしたり、ネットワークを作ったりすることもあるので、なんかそういうことをきちっとやるっていうことをやっぱり行政官の方も個人として、ある種のプロフェッショナルとして、まあその、考えていただくっていうか習慣づけていただくってことはすごく大事なんだろうなと思います。 で、逆にそれをどうやって組織としてサポートするかっていうことはあるんだと思うんですね。そこは先ほどの今まで議論してきた話とかなりつ繋がっていて、まあある種その、その自分で勉強することだったり、ネットワークを作ることをどうやってサポートするかってこともあるでしょうし、それからまあその大学なんかとの関わりで、まあ多少意識的にやってることで言うと、やっぱりその行政官の方がその自分が担当を外れた時にも継続的に勉強する機会っていうのは多分大事で、 で役所の中だけだとですね、多分担当外れると余計なことを言うとなんかむしろ雑音だってことになっちゃうので、まあこれは、省庁によっても感じ、雰囲気は違うと思うんですけど、例えば大学になんか客員のリサーチャーみたいな形で入ってもらって、客員のリサーチャーとして、まあ意見を言うと。そうするとなんか今の担当から外れてることもなんか大学の立場としては言えますよみたいなことがあって、まあそういうのは逆に言うと、大学をうまく使ってもらうためにはいいのかな。まあちょっと若干そういうことを実践してるとこもあるんですけども、 まあそういうのも小さな一つの試みだと思うんですね。だから、そういう形での、まあ、いろんな組織的なサポートの仕方もあるのかなという感じはいたします。はい、パネリストの先生方、ありがとうございます。あの、私からも一応一点なんですけれども、あの。 DX が進んでいって技術的にまあまあ人と顔が見えない形でコミュニケーションが取れる可能性はたくさん出てくるんだろうと思いますけど他方でなんか組織論の話の中では人間関係論みたいなこともやっぱり大事だっていうふうに言われててでその人間関係論的な示唆で言うとで現代でもそうでこれは我々がやった調査の中でも出てきてるんですけど意外と身近な上司だったりとか。 意外と身近なその一緒に働いている人が自分のことを見ててくれているということが、まあ、いかにそのやる気を高めるであったりとかそのモチベーションアップ、公、まあ、的な世界ではそのパブリックサービスモチベーションとかというかもしれないですしあるいはそのコミットメントであったりとか、まあ、あるいは組織に対するその愛着とかというものを高めるというふうなこともまあ実象的にも出てくる部分で、まあ、そういったところでの,この人,人,人的なその関係性の重要性みたいなものも、まあ、これも組織的なサポートに入ってくるのかもしれませんので、まあ、そこも大事なのかなというふうにもまあ考える次第 ですはい、これはまあ追加的なコメントになりますけれども、あのいずれにしてもその大事なあの職員のマインドセットと、まあ、どういうふうに組織的なサポートが必要かということがやっぱりあの大事なご視唆をいただいているかと思いますあのもし他に質にご質問等があれば、いかがでしょうか、お願いできればと思いますが、まあ、せっかく代表所長もいらっしゃってますしあの、イノベーションに関して全体でなかなか議論する機会もないかもしれませんので、ご質問等あればお願いできればと思いますけど、いかがでしょうか。はいいお願いします あの本日は貴重だ。 あの、お話をありがとうございます。デジタル庁の八村と申します。えっと、先ほどあの伊藤様の方からあのデジタル庁のお取り組みについてもご紹介いただきありがとうございます。えっと、まさにですね、デジタル庁もミッションビジョンバリューを掲げておりまして、えー、民間人材ですとかあの多様な区分でこう採用を行っていることからいろんなバックグラウンドを持っている人材があの、おります。その中であの、先ほどのマインドセットの話から一歩踏み込みますと、ダリオさんがあの、おっしゃっていました ようにこう同じこうビジョンですとかパーパスを共有することというのがすごく重要な一方でそうやってこう組織カルチャーを一気にあの短期的に変えるのは非常に難しいというところにあの関連してあのご質問させていただきます。 やはりあの行政官毎日多忙な中で、こう降りかかるタスクに一生懸命になってしまうときに、こうビジョンを共有すること、描くことっていうのは、こう優先されない場面が多く感じられます。あの、もちろんそれ自体がいいことであるっていう理解は、あの多くの方が持っている一方で、あ経済合理性があるのか、あのちょっと生々しい言い方をしますと、そういう、あの、 絵に描いた餅になってしまいがちな、あの、ビジョンを共有すること、えっ、ー、と、ミッション、ビジョンバリを浸透させていくこと、そういうものが、こう、業務の中で、あの、必須なんだということを腹落ちして、あの、みんな、みんながこう、共有していくためには、どのようなことを日頃からこう、仕掛けていったらよいのか、あの、まずこう、 それをこう策定するところから、しっかりと実践するために。えっと、どのようなことを、あの工夫していく必要があるのかということをお伺いできましたら、幸いです。以上です。はい、ありがとうございます。あのビジョンレベルの、その。まあ、あの、共有と、あるいはそれを実施、策定レベルに落としたときに。これ、まずもしずれがどうした、らどうするかということにも。かかってくる大事なご資産だと思いますけれども。パネリストの先生方から、あ、もしよろしければ、いかがでしょうか。お願いいたします。 Uh, this is a, a very uh, uh, fundamental question. Uh, how, how we all translate this that seems very abstract in, in theory and even at the level of government seems already quite distant at a very day to day operational basis and, and one of the vision I think is a fundamental and has to be really percolate from the top down to the very sort of unit and teams. Um, as an example, in the team that, that I'm running at the OECD, we, we have a vision uh, statement. That has been negotiated across uh, the, the whole team, with teams that have very different purpose, very different sort of. Uh, they conduct ty different types of activities, but we come together to define what is the raison d'être, the reason why we are all together, and also the kind of the behaviors that uh, can be accepted within the teams. I think that uh, it's not just a question of building diversity, but also leaving the diversity within. Uh, internally, an organization and and a team on a day to day basis, I think it's important. But you know, and and that is can be how you sort of you create those space within your own environment. I think I still consider the signaling uh, at a higher level to be an important dimension. You need to have someone that believes on that that uh, that behaves. Uh, creating uh, Behaves in a way that creates a permission for, for teams, for yourself, for your uh, uh, colleagues to, to behave differently, because otherwise this is not going to, uh, to, to, to do that. And this can be, uh, uh, again, done through um, a simple statement or a support, a declaration within an organization that embraces innovation more forcefully. I mean, this, of course, needs to be built up. And another important element, perhaps also very concrete, is that innovation teams somehow are required more than others to show impact results. How do you measure the success of what you're doing? This creates that narrative that convinces those that are not yet convinced that we need, we have to do things differently, and things that are done differently bring results, concrete results, evaluations. So, keep on investing on also I think it's important now nowadays to build uh, narrative stories about what you 're doing. Storification has become something incredibly powerful to show through images, videos, what is the activity of teams very concretely down, the, down to to earth. so a lot of these elements can can help sort of moving away from uh, あ実はそういうミッション、ビジョンあるのに違うじゃんって民間でも一緒でして <laughs> いくらでもあるんですね。で、大事なことは 視点をやっぱりミッションビジョンの視点を持って物事に当たらなければいけない時ともっとこうダイブしていって足元で「いやちょっと」と思いながらでももうこれをやる方がいいよねっていうその視点を意図的に 上にバーザイに行って上に行ったり地面に行ったりっていう自分が今どこの視点で何をやっているかっていうそこのインテグリティを持つことが重要だと思っています。で先ほど言ったじゃあ見失っちゃうのどうするかってここ重要なのはやっぱり人事のいろんなプロセスの中にリズムを作ることだと思っています。ですから年に一回目標設定して年に一回評価をもらって終わりこれ一年間忘れちゃいますよね。やっぱできればあのワンオワンをきちっとやることでワン ワンオーワンはあのできれば毎週というのが理想でです。でも忙しくてそこまでいかなくても3あの2週間に1回ぐらいはワンオーワンの機会をもらってそういうその足元を見つめ直すといいますか美女を見つめ直すそれから評価もいきなりじゃなくって年2回ぐらいは中間評価みたいなのがあって。 であのものすごく忙しいと思うんですけれどもこのためにやってるんだよねっていうのをみんなで見つめ直すっていう期間があるとすすごく組織全体ととしていいいかなと思いま,すあのまあ私自身がお話しできるのはまあ大学っていうある種特殊な組織での経験の話になるんですけどもそのまあビジョンを話す考えるっていうのはまあで 最終的なアウトプットどうなるかっていうこともあるんですがやっぱりそのプロセスはすごく大事なんだろうと思いますまさにそのそのプロセスの中で一体自分が組織属している組織が何をやろうとしているのかっていうことをまあ考え直したり少なくともそこに口を出せるっていうやっぱ大事な機会でやっぱりそのそういう機会がないとですねただそのビジョンが降ってきただけだとですねなかなかやる気にもならないっていうところもあると思うので、まあ、プロセスとしてそういうものをきちっと入れとくっていうことは多分 これはまあ多分現場の方にとってもそうだし、まあそのいろんなレベルの人にとっても多分すごく意味のあることなんだろうと。それからもう一つはやはりその特にそのリーダーっていうかマネジメントの人にとってはですね、やっぱり彼らがやり,やりたいということをやる、あるいはまあ評価されたい観点で評価されるってことを考えると、やっぱりこれを入れとかないとですね、多分、肝心なところで、なんていうんですか、物事が進まなくなるんだと思うんですねで。ただしそれは逆に言うとトレードオフも考えなきゃいけなくて、まさに日々の仕事と、 そのビジョンを考えるっていうのは、まあ時間の使い方としてはまさにトレードオフがあるって、まさにその通りなので、じゃあまあこれをきちっとこのタイミングでは考えるけども、他のところではまさにその、どうかタスクとして何を減らせるのかとかですね、そういうのを考えるのはまさにそのマネジメントなり、そのリーダーシップの方の仕事なので、そこをちゃんとやらずにアドオンでですね、まあビジョンを考えましょうっていうのだけなんか追加されると、多分相当なんかディモラライゼーションを引き起こすのかなという。 気はしま,すまああのちょ,ちょっと限られたの感想ですけれども以上です、はい、ああありがとうございますまあインプリメンテーションギャップみたいな行政学なんかでもよく言われるところその企画したものとその実施のところにどうしてもギャップが生じてきてしまってところのその実施の側でも、まあ、企画の側でもある種のディレマに陥るみたいなところは、まあ、いろんなところで出てくるんだろうなとでもちろんそのイノベーションをめぐっても まあ、まさにイノベーションが抽象的なお題であればあるほどそれって実際具体的に落とし込むといや業務は違うしみたいなところが出てくるのかもしれないというところをその、まあ、いかにそのビジョンをその都度共有しながらあるいはその上司と部下で、まあ、ある種のこうコミュニケーションを取る機会が、まあ、ずっとではなくて、まあ、ありつつの,そのメンテナンスをしていくということはどうしてもやっぱ、まあ、引き継ぎ大事になるのかなというところを、ね、先生方の,、まああのご意見をいただきながら改めて思った次第ですありがとうございますよろしいでしょうかね 他もしよろしければ、いかがでしょうか。あ、ございますか。じゃあ、一点お願いいたします。本日、あの大変、あの、ためになる話をいただきまして、ありがとうございました。えっと、私も、あの、えっと、こ総務省という、あの、役所で働いているんですけれども。えっと。 先ほどの特にダリオあの所長の話の中であの落とし穴の話が非常に興味深かったんですけれどもえーとまあヒーローメンタリティーやアートオーバーサイエンスというような話も含めてさまざまなえ落とし穴ピットフォールがそのイノベーションを考えていく中であるとまたあのえと伊藤人事官の話の中であの地のえと進化にどうしても日本の組織は 肩向きがちであるということもこれもある意味その落とし穴というような面があるのかなと思うんですけれどもあのそ,そういった落とし穴を防いでいくにはどうしていいかそれに入らないようにどう考えていくかということについて、まあ、既にもうお話しいただいたあの必要なこれから必要なスキル、えー、資質等の 点についての話でのすでにだいぶ答えになっている気がするんですけれども、それに加えて何かその落とし穴に陥らないためのあのまあに注意できることというような考え方ポイントについて何かあのお考えがあればお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。えー、ありがとうございます。ま、まさにそのイノベーションのを考えていく上では。 一番大事な点な点んだろうと思いますので最後にあのパネリストの皆様方これについてご意見をいただけるとありがたいですお願いいたしますあの。ちょっとテクニック的な話で大変恐縮なんですけど私が現場で本当に一番忙しかった時期にあのどうしても目の前のことばっかりやってしまいがちになるとでその時に自分で決めたのは四半期ごとにペットプロジェクトを作ろうと。 でそれはあの上司には言っても言わなくてもどうでもいいんですけど自分はこれをやりたいそれはこれを勉強したいでもいいしこういう人間関係を作りたいでもいいしあのその時は こう自分なりのイニシアチブをこっそり持ってですね、自分のリソースの中でできる範囲でそのペットプロジェクトをやるっていうのをやりまして、そ,れそのことによって波に飲まれないというか、自分がやるべきと思うことに自分の時間をちょっとでも、で時間を避けなくても気持ちだけでもいいんですよね。そういうことを心がけていくと、大きな波に飲み込まれずに、あの自分の自我を持ちながら仕事がしていけるんじゃないかなっていう気がしております。 Uh, so I, I think the the, uh, the pitfalls are are many, and probably many more than the one that I have indicated. But um, let me perhaps develop on 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 a few uh, the uh, sort of the pitfalls of of the heroic. Innovators you know the the easy solution is don't be a hero don't act like a hero. try to uh, as early as possible sort of raise attentions uh, within your your ecosystem within your network within your organization that you know innovation need to be a collective effort, so otherwise the scale of it will remain relatively small and relatively relatively difficult to operate at uh, at the region, at uh, at a higher level. Uh, craft versus science um, it means simply that uh, innovation is always seen uh, what, what is seen of innovation is the coming up the invention part you know i'm coming up with i have a great idea uh, and it might or it might not work uh, but this idea is often untested, unverified. Uh, it doesn't have sort of the proof of the of the experiment. So the the opposite behavior is to say, okay, let's start sort of maybe in a very small scale experimented and see if if it works. You know, in my own environment, within an uh, existing project that I'm that I'm developing. So um, somehow it's making it real the the, the counter. Uh, intuition is, uh, bring it to reality and start also building sort of the support functions around it you know if it's something that you see growing start sort of thinking about what are the resources that are implied uh, what kind of uh, disciplines need to be involved very often uh, innovation are not sort of coming from just a single uh, stream or or or, uh, or people with same educational background it might be just uh, a, the sort of the, the conjuncture of different disciplines so maybe we need different teams maybe we, we need different uh, Capabilities and motivation, and the last one, I think, it's the most. Uh, I think the one that we that we see them happening more often is that of the innovation theater, is, which uh, I, I would uh, summarize by innovation for the sake of it. You know, we, and, and and this is something that government doesn't have time and doesn't have the money uh, to invest on. Just doing because we think that we have enough of a procedure because we are uh, sick of a way that the things have been doing. We have to link this to a results, to impact of the work that we are doing is for citizens, is to support businesses. So it's important that we de-link uh, this, this idea that uh, innovation is an activity, has to be an, a strategic activity, a strategic function of government. Like it has been in the private sector for, for long, government needs to think that without it, things will become more, much more difficult to be implemented. So, we need to have that uh, uh, the not having a theater, but perhaps uh, uh, have a, a, a program or someone that uh, can sort of signal that this needs, become, needs to become embedded in the DNA. Make innovation part of your organization DNA, and you will uh, you'll see the results. はい、ありがとうございました。あの、まあ、あの、ご質問を伺って、私が思い浮かべた例はですね、あの、ある種の社会実験みたいなもので、だから、いろんな分野でですね、社会実験をやるっていうことが議論されて、まあ、実際やられるんですけども、まさに社会実験のための社会実験になって、なんか、社会実験が成功しましたと言って、それで終わっちゃう。ですね、次につながらないと。まあ、本来的に言えば、実験なので、まさにそこは場合によっては失敗したことの方が大事かもしれなくて、 まあ、こういう社会実験をしたら、こういう失敗が起こったので、じゃあそこを直そうと思うと、こういう制度を変えなきゃいけないとか、こういうことをやらなきゃいけないっていうのをつなげていく必要があるんだと思うんですよね。だからそういうその社会実験はまさに実験で、次につながっていくようにするってことが、やっぱり例えば、今の例で言うと大事なのかなと。で、その時の多分成功法の一つの答えは、結局その社会実験は実験なので、だとしたら次、これは何のためにやるんですかという、 いうことをきちっと位置づけて議論して共有理解を作っておくってやっぱ大事なんだろうと思います。つまりその社会実験が単なるイベントでですね、とりあえず2日間なんかこういうお祭りができましたっていうことに終わらないようにする工夫っていうのは必要で、それはまさにそのどういうふうに、どういうその社会なりですね、いろんなまあ自治体だったり国なりの目標につなげていくかっていう。 実現をちゃんと議論しておくとくっていうのは一成功法だと思います。ただこれ成功法だけでうまくいくかっていうとですね、なかなか厳しいなっていうのは多分、むしろ現場の方々はむしろそういう感じも思われるところがあるのかなと。で、そういう意味ではですね、若干裏道なんですけども、ある論文を読んでて面白かったのは、実験は目立たない方がいいっていう、<laughs> 目立たずに実験をやって、そこから学習したことをむしろ提案して、焦点当てた方がいいんでですね、 その、あまりその社会実験でこういうことをやりますっていうのをそれこそメディアに発表してあんまり大げさにやってしまうとですね、後に引けなくなるっていうようなことがあるみたいなんですね。で、これ例えば先ほどちょっと申し上げたアカデミックな議論で言うと開発国家、ディベロップメンタルステイトの議論でもあって、まあ昔の日本の経済産業省だとか、韓国とか台湾のやり方ってやっぱなかなかその正面突破なんてなかなか難しくて、 でむしろ今動いているのは、その、これは歩行の例だとか、あるいはそのアメリカだと軍事絡みになりますがダーパの例なんか聞いてたと思いますけれども、あまり人の興味を持たないところで、なんかリソースを投入して実験をしているものの中から思わぬものが出てきて、それが結局世の中に広がっていくと。でそういう意味で言うと、その、ある種の、うん、パブリックアテンションのマネジメントストラテジーみたいなのですね、むしろ最初の段階で、なんか人々の関心なり、支持を得ようと思わないっていうようなことも意外と大事なのかなという気がします。 ありがとうございます。あの大変興味深いあのご質さがやっぱりやはりいただいていると思います。でまあ、改めまして考えますにあにイノベーションっていうものをこうどう捉えるかといったときにそこにやはり戦略性は大事なんだろうと。でそれはそのお情報の出し方であったりとか、まあ、どういうようなところにこうターゲティングしていくかであったりとか。 あるいはそれをこう次にどうつなげていくかといったところ、これは仕組みも含めて、政府の戦略みたいなこと、あるいはその組織の戦略であったりとか、それをいかにこう実際にその現場とつなげていくかということをチューニングしていくということが大事なんだろうなといったところをご主催いただいたと思います。あの国際レベルででもうそうですしあの官民官 官民関係でもそうでしょうし、行政の中身、そしてまあ国自治体、えー、問わずまあイノベーションを考える際のその大変貴重なご視察がですね、今日パネルリストの先生方からあるいはフローカの質問も含めまして出てきたかと思いますので、あの持ち帰って考えられるものがたくさん出てきたかなと思います。大変充実したあのご議論をいただきどうもありがとうございました。えー、まああのお時間になりますので、えー、とそろそろあのパネルディスカッションの方はあの示させていただいてあの司会の方に戻させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 先生方どうもありがとうございました。えー、パネリスト、モデレーターの皆様、えー、本日はどうもありがとうございました、えー。どうぞ皆様、盛大な拍手をお願いいたします。<laughs> えー、パネリスト、モデレーターの皆様、お疲れ様でした。どうぞご登壇くだ、ご講壇ください。 最後になりますが総務省行政管理局長松本の方から閉会のご挨拶を申し上げます松本局長よろしくお願いいたします行政管理局長の松本でございます、えー、と本日はあはお忙しいところですねオンラインの方も含めまして行政イノベーションシンポジウムにご参加いただきまして感謝申し上げます 非常に基調、ね、講演とパネルディスカッションあの、情報量が多いセッションだったなと私も感じておりまして、であの今回お集まりいただいている方は、あのまあ、行政ですと、まあ、いろんな役職、それから省庁の方、それから民間企業の方、えー、それから地方公共団体の方も参加されているかなと思いますけれども、それぞれの立場でですね、えー、なんか持ち帰っていただけるものが。 かなりあったんじゃないかなというふうに感じております。あわためましてマルコダリオ所長、それからあのパネリストですね、えー、城山先生、それから伊藤仁二監、福山先生ありがとうございました。で、あのまあ業務総務省としてはですね、まあ今回いろいろな話をいただきまして、まあ個人としてのですね、まあこういうもと能力が求められますというあのこの文化の時代ですね、えー、という話、それからまあ組織としてどうサポートしていくか。 あるいはダイバーシティだとか、関係資本、そういう社会関係資本を構築していく、まあ、あのいろんなネットワークを作っていく、さまざ、あ、まなあのご質問をいただきましたであの、総務省行政管理局としては、まあ、どちらかというと、私の立場としてはです、ね、まあ、個人のそういう学びをです、ねまあ、どうやって組織としてサポートしていくかということを、えー、考えていくという役割だと思っておりまして、えーま、さらに今日いただいた話も、えーえー、含めましてです、ね、実践を進めていきたいと思っております。 えーまあたました本日ですね、えー、参加いただきましたあの皆様それからあの講演大里所長をはじめ、えー、講演いただいた皆様ですねありがとうございました、えー、これをもちましてあの私の挨拶をさせていただきますはい松本局長ありがとうございましたそれではこれにて本日のプログラムすべて終了とさせていただきますえー、と事務局の方から、えー、お知らせそれからお願いがございます。 えっと本日の模様ですね、えー、録画したものを後日、えー、編集をしてホームページの方に掲載させていただく予定でおります。えー、ご承知おきいただければと思います。それからお願いになりますが、あの会場の皆様あの封筒に入れたものを資料をお配りしておりますけれども、あの下の方にアンケート用紙がございます。 ご指摘をお伝えなければ、記入していただいたものをお受付の方に、えー、お渡しいただければと思います、またあの、同時通訳のレシーバーですね、あのこれお、お忘れなく、あの <laughs> 置いてお帰っていただければと思います、それから、えー、オンラインでご視聴していただいている皆様につきましては、画面に QR コード表示されていると思いますので、えー、そこでアクセスをしていただきまして、アンケートご協力いただければと思います。 それでは皆様、えー、本日は改めまして、あのー、長時間にわたり、えー、この会議に参加していただきましてありがとうございました。えー、また引き続きよろしくお願いいたします。どううもありがとうございました。